資料として、前回の議事録、それから、東京電力からの、配布資料、が入って、ございます。それから本日でございますが、高橋委員、蒲田委員が、所要のためご欠席でございます。それから草間委員と米倉委員はですね、別件が終わり次第こちらに到着されるということで若干遅れる見通しで、ございます。それから、すいません。それから、本日、文部科学省の方から、副大臣、政務官いらっしゃっておりますが、奥村副大臣が途中で、退席する予定でございますが、ご了承をいただきたいと思います。以上でございます。それでは本日の議題に入ります。第一は東電による賠償の状況についてでございます。これは前回でしたか、委員からどういう状況になっているかということについての説明が欲しいというご要望がございました。ということで今日は東京電力からお越しいただきまして説明をお願いしたいと思います。それでは。東京電力の広瀬でございます。本日は東京電力の損害賠償の状況につきまして説明の機会を与えていただきましてありがとうございます。ご存知のように現在東京電力は発電所の安定化収束それと原子力損害賠償の迅速な実施というのを2つ大変大きな最も重要な課題として取り組んでおるところでございます。一つ目の原子力発電所の状況につきましては、つい今週の月曜日にも毎月定例でご報告させていただいております、道筋という収束に向けてのステップをご報告させていただいたところでございますが、現在原子炉の温度がやっと100度を下回るような状況が安定化してきたこと、それから新たに放射性物質を発電所から放出するという量がかなり抑えられてきているということから、ステップがだいぶ見えてきた状況になります。一方、原子力損害賠償の方につきましては、こちらの審査会でお示しいただきました中間指針に基づき、今、進めておるところでございますので、本日はそこについてご説明させていただきたいと思っております。まずお手元に、1-1 という資料ございます。これについて、ここから始めさせていただきたいと思っております。これは仮払い保証金と申しまして、これまで何回かにいろいろな対象にやってきたものでございますけれども、本日現在で1335億円のお振り込みを完了しているところでございます。基本的に仮払いという仕組みは、9月に私どもがこれからご説明差し上げる本賠償の方に移った関係から、制度としては一度本賠償の方に移管するということで、一旦これで終わっております。ただ、一部の方はまだご請求に至ってない方等々がいらっしゃって、額自身はそれほど多くはございませんが、日々増えておりますけれども、制度としては一応こういう形で一つ区切りがついている状態ですけれども、合計で1335億円と。というものがそれぞれ上の2つが避難を余儀なくされた方々いわゆる個人向けの部分それから農林漁業者に対するものこれは出荷制限であるとかそれから風評被害であるとかといったようなことが入っておりますがそれから中小企業の仮払いというのはいわゆる避難対象地域で事業を営んでらした中小企業の方々に対する仮払いと。こうしたことを続けてきております。一方、9月になりまして、本賠償の方に私ども移行してまいりました。で本賠償というのはご存知のように、仮払いが例えばスピードアップのために、暫定的に、例えば半分のお支払いをさせていただいたのに対して、
9月から始めました本賠償は、損害賠償額を確定して、でその額について、全額を支払いをしていくという形でございます。ただ被害が継続しておりますので、第1回目の区切りといたしまして、3月11日の事故発生以来、第1回目として今回は8月31日までの6ヶ月分、半年分を本賠償の対象として、今、請求をいただき、それに対してお支払いをするということをやらせていただいております。で、基本的には8月の5日にお示しいただいた中間指針に基づいて、私どもの方で賠償の基準や手続きを設けさせていただいて、やらせていただいているというところでございます。で、一つ一つの基準はちょっと、ここではご説明できませんけれども、基本的には中間指針に基づいておりまして、でほとんど中間指針で、お示しいただいた項目についてはほぼほぼ全部を網羅しております。で、同時に被害を受けられた方からご請求が可能なものは漏れなくご請求いただけるように、そうした書類等々をご用意させていただきました。で、その後のステップですけれども、私どもの方から請求書の様式等々を送らせていただいて、それにご記入いただいて戻って来たものに対して私どもの方で確認をさせていただき、で金額を算定し、でこの金額でいかがでしょうかということでもう一度問い合わせをさせていただいて、でそれに対して合意をいただいて、その金額を振り込むというプロセスをやっております。で、中間指針に示されていない項目につきましても、これはいろいろなものがありますので、書式をなかなか定めることができませんので、自由記入のような形のフォーマットを作りまして、ご用意いたしまして、で受付協議ができるようにさせていただいております。現在、9月の12日に個人向けに対しては6万通以上の請求書を発送いたしました。でこれらの方々はすでに2回の仮払いを通じて、移転されている場合があるので、それぞれの時によって引っ越される場合がございますのですが、大体そのどちらにいらっしゃるかというのを掴んでおりましたので、私どもの把握している住所に対して送らせていただいております。で、その後、今現在でですね、1万通以上の記入済みの書式が東京電力の方に戻ってきております。で、その後その必要書類等々を改めてさせていただいて、現在310件が確認が終わって、この金額でいかがでしょうかということで、こちらからもう一度ご確認をいただいている状況にございます。で、一方、法人事業主、個人事業主の方々に向けての事業用の損害賠償につきましては、9月の27日から始めまして、これは団体で、例えば JA さんであるとか漁業協同組合さんであるとか、そうした方々まとめてご請求いただいている部分もございますので、件数というのはなかなかちょっとそうしたものも1件と数えてしまいますので、件数は難しいんですけれども、現在1万件ぐらいの請求書をこちらから送らせていただいて、で今まで1500件が記入済みで戻ってきておりまして、で30件この金額でいかがでしょうかという、プロセスのステージまで来ております。で数の数え方が若干難しいのは、それぞれ県単位で、例えば農業であれば協議会というのをお作りになって、でまとまって、何百何千という、農家の方々の分をまとめていただいて一本で請求いただいているということもございますので、そうしたものも1件と数えているということでございます。で一方、その先ほど来、今大塚先生ご覧になっていただいてますけれども、この書式がですね、特に個人向け、一番上にある青いファイルの一番上にあるものですけれども、
今あのファイルにあるのは全部個人も事業用も全部入れたのをちょっとご用意させていただきましたけれども、個人向けのはその上の最初の間紙が入っているところまでの分ですけれども、説明書が156ページぐらいございまして、その後請求書様式が40ページぐらいのものがございますけれども、まあ、これがあのすでにあのご存知の通り大変大部であって、まあ、分かりにくいであるとか、まあ、とても読むのが大変だというお叱りをお頂戴したやつございます。で、まあ、本当に私どもとしましてはあの個人特に個人向けにつきましては損害項目が大変多くて、例えば避難した時の交通費、宿泊費、それから何か物を動かされた場合の移転費用、一時帰宅された時も同じように交通費、宿泊費、あるいは一時帰宅された後に何か物を持ち出された時の移転費、あるいは病院に行かれた時の交通費、あるいはもしお泊まりになったら宿泊費というようなことで大変項目が多くなりうるというか、まあ、考えられましたものですから、それを漏れなく全てという、まあ、ことからあの作ったわけですけれども、結果としても大変大きい厚いものになってしまって、特にお年寄りにこれを お読みいただいて、で書類に書いていただくということをもう考えますとですね、本当にそこまであの思いが至らずに、まあ、私どもの目線で、私がどもがその後のそのまあ請求のその書類がしやすいというような視点で作られていたというご批判はもう本当にその通りだと思っておりまして、大変申し訳なく思っております。まあ、そうしたことをあのご批判を受けまして、順次その改善策をまあ今あの取らせていただいているところでございます。でその改善策が一つがこの白い封筒の方に入っておりますけれども、一つこの本当に簡単なあの簡単ガイドというのを改めて、全員の方に、10月の初めに、送らせていただきました。10月の12日に送らせていただきました。でこれは、まあ、あの本当に156ページもあった説明書をですね、一挙に4ページにしてしまって、まあ、これはこれで、本当にあの短くしてしまったんですけれども、ここの意図はですね、あのやはり請求書自身を見直してしまいますと、2通の違った様式のものが、お届けされてしまう。でまた私どもの、これは私どもの都合ですが、システムの問題等々でやはりかなりの時間を要してしまうこと、それから混乱を招いてしまう恐れがあるということから、ちょっとこれはあの請求書そのものを見直すのはちょっとなかなかこの時点で難しいという判断をいたしまして、であればその請求書にどうやって、お年寄りも含めて被災者の方々にお書きいただくかということの、そのどうやったらそれをしていただけるかという観点から、まあ、このガイドをお作りして、でこのガイドは本当に最低必要な項目7項目の、まあ、あのご覧になっていただければ分かるように9クエスチョンを作りまして、まあ、それにちょっとメモのような形でちょっとメモをしていただいて、何分3月11日以降のことですので、ご記憶もだんだん薄れていらっしゃることもあろうと思いますので、まずはちょっとこう微貌的にですねメモを作っていただいて、でそのメモのご記入いただいた上で私どもの方に電話をしていただいて、で必要があれば訪問してお手伝いを差し上げて請求を完成させていただくなり、あるいは電話でもちろんできれば電話でもやらせていただくなり、あるいは説明会の会場等々、あるいは窓口等々にお越しいただいて、そこでご記入するお手伝いをさせていただくといったようなことで、なんとかその請求書の記入を図っていくというのが最もその現在可能な方法としてはそれが早かろうというふうに考えて、まあ、こうしたものをご用意させていただいたということでございます。それで、そうするためにはですね、私どもの方でそれなりの体制を整えなければいけないということで、その
で資料の 1-2 というこれの次にあります資料をご覧いただきたいと思いますが、当然今申し上げましたようなことで、まあ、ご記入のお手伝いをさせていただくということから、まず人を増やさなければいけないということで、今まで特に対面でフェイス2フェイスで被災者の方と向き合って対応する人間が夏ごろは400人ぐらいだったんですが、その後のどんどん増やしまして、現在10月1日以降は1700人に拡大させております。で特に福島地方にはこのうち1000人を配属させまして、配置いたしまして、今そうした実際に個別に訪問して、お宅でお手伝いするなり、窓口でお手伝いするなりということをやらせていただいております。総勢それ以外にバックオフィスの人間、電話の人間等々含めて現在7300人の体制でやらせていただいております。で、おかげさまで少し12日にこの簡単ガイドを、全ての方に発送させていただいたわけですけれども、それからちょうどお月になって1週間ぐらいですけれども、今週ぐらいから効果が現れたと言えるかどうか分かりませんけれども、戻ってくる件数がですね倍ぐらいに増えまして、今1日500件以上、5、600件がご記入済みのやつが戻ってまいっております。で同時に私どもの方から、お手伝い差し上げますけれども、ご訪問いたしましょうかというような問い合わせの電話を、こっちから電話を待つのでなくて、こっちからアウトバウンドで電話をしている状況にありまして、そうした中でご記入されてない方々に、理由というのもあれですけれども、どういう状況になっていらっしゃいますかというのを尋ねております。でそうしますと、当然暑くてとんでもないというお叱りももちろん受けておるんではありますけれども、いわゆる就労証明を取るには、元働いてらした会社のに、コンタクトを取って出してもらうというようなことが必要ですね。それに時間がかかっているとかですね、あるいはご家族が分かれているんで、そのご家族のこう集めて、一通の請求書にするわけですが、それにちょっと時間を要しているというようなこともあって、あるいはまた今回 の簡単ガイドを出す前に東京電力が請求様式を見直すのではないかという、若干ニュースも流れておったこともあって、もっと簡単なのが来るんではないかと思って待っていたとかですね、そういったようなお話を受けたまっておるところでございます。またこうした電話やあるいは対応の窓口で、実にいろいろなご質問やお問い合わせをいただいております。これは個人に限らず、事業用の件に関してもたくさんのご質問をいただいておりまして、でそこの対応をする東京電力の社員も全てその場でお答えができないような、いろんなケースがございますので、そうしたものもいただいておりまして、そうしたものにつきましては、いわゆるよくあるご質問ということでまとめまして、で本部の方でそれ そのどういうふうに対応するのかという対応策をすぐ作りまして、でそれをホームページにアップして、被災者の方にこれについてはこういうことがこういうふうにするんだというのをお知らせするとともに、とにかく3000人ぐらいの人間がお問い合わせに対応している状況にございますので、その3000人ぐらいの人間の東京電力の社員の中でそうした対応策を共有して、ある人間に聞いたらこう答えたけど、こっちの人間に聞いたら違う答えがしたというようなことのないように、いわゆる共有化を図っているという状況にございます。以上、当社の賠償の現状についてお話申し上げましたけれども、先ほど言いましたように、私ども今7300人の体制で、やらせていただいておりますが、まだまだ本当に序の口で始まったばっかりで、この後かなり その数の請求に対応していかなければいけないと思っております。
まあ、そうした中で、まあ、とにかく初めてのことを言え、まあ、いろいろなこの、私どもの、その考えの至らないところで、ご迷惑をおかけしたり、あるいはその対応が不適切であったりというようなことで、大変申し訳ないということの連続を今やっておりますけれども、とにかく一生懸命ですね、誠心誠意とまずはお話をよくお聞きするということ、それからお聞きした上で、もちろん全部が全部望みの回答が できるというわけではないんですけれども、まずはとにかく個別の事情をよく把握をして、でその上で対応していくというようなことを今徹底させておるつもりでございます。今後もですね、試行錯誤をしながらいくつかこう お叱りをいただくたびにまた改善をするというようなことも、どうしてもそういう後手後手に回ることもあるかもしれませんけれども、そうしたことをしながらやっていきたいと思いますし、またこれからその審査会で、追放されるような場合がありました指針につきましても、被災者の皆さんに対して迅速公正な的確なその賠償ができるよう我々としても一生懸命やっていきたいというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは今のこの賠償の現状についての説明等について何かご質問がございましたらお願いいたします。短期間でこれだけの書類を作られたことについては敬意を表したいと思いますけれども、内容をちょっと見ますと必ずしも中間指針の趣旨に沿ってない書式の記載がいくつかちょっと目に見られるんですけれども、例を挙げますと、中間指針では慰謝料の中に、生活費の増加分が入ることになってますけど、書式にはその欄がないとかですね、はい、それから、そういうものはいくつかもう ADR 期間に継続してよく分かってくるということもどうもあるようですので、そういう部分は今後改良なり、される、おつもりはあるんでしょうか。はい、まさにその今ご指摘いただいた部分についてもいくつかのご意見をたくさんいただいておりまして、まずとりあえずできることとして、ここのいわゆるその他の部分に、例えば避難先で購入した家財道具等の請求方法がわからないということで、これは何をというのは列挙するのはなかなか難しくてですね、書いてあるものだったら全部いいのかとか、書いてないと絶対ダメなのかというまたことになってしまっても誤解をということで、まずはお問い合わせくださいということで、こうしたことで、ダメなんだと、これは言ってもダメなんだと思って諦めてしまわれないように、まずはこうしたことで、少しこうなんて言うんでしょうか、とりあえず聞いてみようというふうに思っていただけるような項目を入れましたし、先ほどいわゆる FAQ といいますか、よくあるご質問ということでホームページに載せているというのがやらせていただいているというふうに申しましたけれども、その辺につきましても今のご指摘の点もですね、なかなかその項目テレビは良くてストーブはダメでというようなことはなかなか書けないんですけれども、少なくともこうしたことが対象になるんだなということをご理解いただけるような形で載せております。そうしたようなことでこれからもいろいろ改善していかなければいけないと思っています。もう一点なんですけども、実際もう100件近いものが明日センターの方に継続しているようですけども、どうも そこからちょっと漏れ聞いた話ではやむを得ないということもあると思うんですが、現場の窓口ではですね、この書式が指針の内容を具体化したものなので、この書式にないものとかは、指針に反するんだという説明をしている窓口の担当者もいるようなんですね。その辺は今までそういう電気の仕事をされてきた人たちで、その7000人級に増やされたわけだから、マニュアル通り話さなきゃいけないということ体制にもなっているかもしれないんですけれども、そこはもう少しですね、
窓口ではやむを得ないかもしれないけれども、それが少なくとも ADR にの期間に上がった段階ではですね、例えば ADR がその期間がですね、妥協案を出したら、まあ、譲れる余地があるような体制っていうのはできてるんでしょうか。まだADR からそのいわゆる和解案のようなその案をお示しいただいたというのは例はまだないんで、これからだと思っておりますが、まず何よりも私どもの会社の方の体制、窓口の方でですね、そうしたような誤解を生みかねないような対応をしているということについては本当に申し訳なく思っておりますし、指導が足りないということで本当にこれからもしっかり対応していきたいというふうに思っております。で、したがってただ全てが全てそこで窓口で、きれいな答えができるということもございませんので、先ほども申しましたようにまずはとにかくお聞きして、で事情をとにかくできるだけ把握をして、で、できればその事情を踏まえた上で、本部の方で、そうしたその対応ができるようなことをするというのが一つあると思います。もちろん先生ご指摘のようにADR に上がって、そこからということになった場合には そうしたその和解案のようなものをですね、尊重できるような体制にしていきたいというふうに思っております。すいません、長くて今の質問の趣旨はですね、はい、窓口の当事者同士で和解ができないとですね、みんな ADR や裁判所に上がることになると思うんですけどもね、はい、仮に1万件上がるともう多分パンクじゃないかと思うんですね。ですからできれば現場の窓口でもう和解ができるようなある程度そういう権限を現場に与えていただく必要があるんじゃないかなと、ADR に上がる前になるべく和解が成立するようなこうある程度の情報も窓口でできるような、あるいは窓口の担当者が難しいんであれば窓口から上がった案をどこか、はい、その段、はい、本部なりで窓口段その ADR に上がる前に和解できるような何かシステムがないとだんだん詰まってくるような気がするんですが、全くおっしゃる通りで、できればその窓口で対応できれば迅速にご安心いただきながら進めることができるとは思いますが、ただ何分そもそものそのいろいろなさまざまな事象は我々にその予見できていないことから本当にそういうこともあるんだというような話を毎日毎日それぞれの窓口それぞれの担当者が聞いている状況にございます。したがってでそうしたその人間が対応するのも電話も含めますと約3000人ぐらいの人間が直に被災者の方とお話をする機会があるわけでございますので、やはりそれを統一的にやるというのはなかなか難しいところがございまして、今ご指摘のその後者の方のことでどうしてもやはり一旦はお聞きしてお受けして、で当然いろんなところから似たようなお話がたくさん来ますので、そこにそのあんまりこう対応に不公平がないような形を作って、でそれを被災者の方に合わせてお送りするとともに社内で共有をして、でバラバラにならないようになるべく2回目以降はその同じ担当者が同じような質問同じようなご相談に対してその場でご解決ができるようにということをなかなか難しいんですけれども目指していきたいというふうに思っております。お金どうぞ。お疲れ。私もちょっと中間指針との関係で3つほどのポイントをちょっとお伺いしておきたいんですけども、8月の末に東電さんの方で出されたご自身で出された指針がございますが、その中に含まれていないというかちょっと先延ばしになっているものがございますけれども、一つ財物の除染で、それからもう一つ放射性物質がによって汚染された牛肉の件ですが、これらについては早く対応していただくとありがたいと思うんですが、いかがでしょうかということが一つです。それからもう一つは新聞市場も賑わせてますけれども、その観光の関係で地震津波に関してのによる損害を2割とされていることについて、一律2割とかっていうのは中間指針では考えていたことではないものですから、
その辺がちょっと2割というのは減額が多すぎるんじゃないかというのことが問題になっていて、ご検討されるというようなことも報道されていますけれども、以上の、3つの点ということになると思いますけど、はいはい、お伺いしたいと思います。はい、まずおっしゃる通りの財物に関してはですね、今回その お示しできて いないものの一つでございます。あんまりたくさんないんですけれども、お示しできておりません。これはですね、私どもが考えましたのは、その帰宅、今はまだ皆様一時帰宅しかされてない段階で、2時間とかそのぐらい一旦戻ってみたら、例えば屋根がどうなっていたとか、牛が中に入って汚していたとかといったようなご被害を本当に、さっと見て、でこんな大変なことになっているというお話を受けたまっている段階ですけれども、やはりその正しくそのこれを直すのにどのぐらいかかってどういうことでというのを決めていくには、やっぱある程度もう少しそのしっかりこう損害の全貌を被災者の方も把握される必要がありますでしょうし、それに対してどういうふうな直し方をするのかということにも、ちょっとやっぱりまず一時帰宅だけでは逆に無理なんではないかというふうに我々はサイドでは考えたものですから、今回はこの最初の6ヶ月の部分にそれを入れずにですね、これからまたずっと続きますし、でこれからまた帰宅も多分その6万世帯が一斉のせいで帰るということにはならずに、おそらくこう線量の低いところなり区域の解除の状況によって進んでいくんだろうというふうに思っておりますので、そこに合わせる形で私ども準備はしておりますけれども、示させていただいて、でそれには間に合うようにしていきたいなというふうに思っております。それから肉牛については、確かに私どもがお示しした補償記事の中には入れておりませんけれども、実際はその JA さんであるとか、その肉牛の生産されている農家の方々とのお話し合いはもう完全に済んでおりまして、どういう書式でどういうものでどういうふうにご請求いただくという話はできておりますので、逆に一般論として皆さんにお示しする逆に必要がなかったものですから、そこのパンフそのいっぱい入っているファイルの中にも、その肉牛用の請求書というのは特に設けずに、逆にその JA さんなり農家さんがお使いになっている普通の書式の中からそれらを使いながらやった方が、むしろこちらからここに記入してくださいというあれを出すよりもよろしかろうということで、入れておりませんけれども、実際の手続きといいますかは始まっております。それから、観光風評被害のいわゆる原子力事故以外の原因競合の部分については、中間指針にもこちらでの議論でもその原因競合がある、ということは歌っていただいておりますけれども、じゃあどうするのだというのが、なかなか難しいところで、私どもとしては、時点でですね、9月の時点で、こちらでお使いになった4件を風評被害ありと認定されたときにお使いになったデータをもとに、そこのデータと同じデータを使うのが当然よろしかろうというふうに考えて、そこから導き出したわけですが、ただ残念ながらデータが3、4、5月分しかそのデータがございませんので、6、7、8については想定せざるを得なかったわけです。半年分ですので、でその想定にあたって、阪神・淡路大震災の時の、地震 その影響が 月日の経過とともにどのぐらいこう減っていくのかという、その下がり具合のカーブを阪神大震災の時のカーブを使って3、4、5にのあったデータから、3、4、5のあったデータというのは 38% ということでございました。これは、今回の風評被害の対象となっている4県を除いた関東地方、東北地方の4県除きの、各県の減収額でございますが、それが 38% であったということから、阪神・淡路大震災のカーブで、6、7、8月を想定すると、それが 17% ぐらいになるだろうと。で、38と17と足して2で割って24とか25ぐらいの、ちょっ
細かく覚えておりませんが、そのぐらいの数字になったので、で、まあ、想定もあるので20にしようということで20にさせていただいたということです。ただちょっと説明がなくて申し訳ございませんが、まあ、そういったことで作りましたので、想定、かなり推計の数字が入っておりますの で, でデータが今後明らかになるというふうに聞いておりますので、そうしたデータも踏まえて当然もう少ししっかりした数字が固められれば当然見直すことになると思います。でまた合わせて、この間いろいろ実際 の, その旅館ホテル業界さんとかとずっとこうお話をさせていただいておりまして、被害の状況も私どもなりに聞かせていただいているところがありますので、まあ、そうした意見も反映できればどうせ一回見直すときにですね、そうしたことも反映していきたいなというふうに考えております。ちょっと阪神淡路大震災とだいぶ状況が違うかと思いますので、ぜひその辺をご考慮いただけるとありがたいと思います。はい、他にはいかがでしょうか。若干お願いみたいな話なんですけれども、非常に多様な生活での中で出てくる損害っていうのは、多分この審査会、皆さんどう思われるか分かりませんけれども、全部を網羅できないような気がするんですね。そういう意味で先ほどもご発言ありました、その予見できないいろんなものについては、ぜひ前向きに対応していただくようお願いしたいと思います。個別にはどれとれっていうことではないんですが、よろしくお願いします。はい、他にはよろしいですか。はい、それでは、今日のご説明どうもありがとうございました。やはり審査会としては、賠償が、できるだけ迅速に、また先ほど中島委員からもありましたように、できるだけ合意に至るように努力していただければと思います。それでは第2の議題でございます。緊急時避難準備区域の解除についてということで、これは原子力災害対策本部から説明をお願いいたします。資料2に基づきまして、原子力被災者生活支援チームからご紹介をさせていただきます。資料に書き込んでございますので恐縮でございます。飛ばし読みになりません、ご容赦いただければと思います。開けていただきまして1ページ目がこれまでの経緯でございます。4月22日に区域が設定され、9月30日に解除されるまでの流れを記載してございます。先生方ご案内のところも多いかと思いますので、お読みいただければと思います。2ページ目でございます。肝心の区域見直しの考え方および解除のところでございます。一ポツで記載がございますのは、避難区域の見直しに関する考え方ということで、原子力災害対策本部で3つの、解除要件を定めております。1つ目が、原子炉施設の安全性、2つ目が放射線量の詳細なモニタリング、これにつきましては、9月の時点でですね、基本的な安全性を確認をしているということで、最後残っておりました住民の生活環境の復旧めどということでございまして、復旧計画が9月半ばに各市町村から出てまいりまして、それに基づきまして一括して解除をするということでございます。で、二ポツで記載がございますが、各市町村におきまして復旧計画を策定をしていただきまして、対象となります全5市町村から、計画が提出されたところでございます。ここで1点補足でございますが、楢葉町につきましては、緊急時避難準備区域が非常に少のうございます。ほとんどが警戒区域ということでございまして、住民が50名程度しかお住まいではないということでございまして、この楢葉町につきましては住民の帰還は求めないということを村の判断をしてございます。原子力災害対策本部としてもこれは妥当と考えております。楢葉町につきましては住民は帰還せずに、この町にございます工業団地の再開のみをすると、こういう形でございます。ここがちょっと他と違っているところでございます。3番目でございます。3番目は9月30日に解除したということでございますが、
ここは私ども帰還と解除は別という説明をさせていただいております。住民の帰還は各市町村の実情、復旧計画を踏まえて順次進められていくということでございまして、まさにこれからその帰還が進められていくという状況でございます。そういうこともございまして、3ページ目でございますが、復旧計画の実現に向けた支援ということで、これからしばらくの間復旧あるいは帰還が続いていきますので、国においてですね、政府を挙げてこの復旧計画の実現に最大限対応していくということ、それから住民の皆さんが帰還された後もきめ細やかな支援を実施していくと、こういう、こととなっております。それでは緊急時避難準備区域の解除の意味でございますが、ここに効果と3ページ目の下にございます。一言で申し上げまして、規制を解除するという要素が強うございまして、9月30日に規制が解除されて、これからさまざまな復旧あるいは住民の皆様の帰還が進んでいくと、こういう構図になっているということでございます。4ページ目には各市町村の復旧計画での記載項目、どういう項目が載っているかというのを記載をさせてございただいております。ここにまさに記載の通りでございますが、役所の関係、学校病院福祉施設の関係、除染の関係、インフラの関係等々記載があるということでございます。今日は復旧計画本体はお配りしておりませんけれども、当然公表資料でございます。またこちらもご参照いただければと思います。5ページ目にはイメージということで、各市町村で復旧に向けてどういうことを国、県に対して要望しているかというのを一覧として記載をさせていただいております。これにつきましては説明を割愛させていただきたいと思いますが、まさに実際の帰還に向けて多岐なご要望が出ているということでございます。最後のページは参考として、線量モニタリングの結果を記載をさせていただいております。駆け足の説明で恐縮でございます。以上でございます。それではただいまの説明について何かご質問等がございましたらお願いします。よろしいですか。それでは現状がそういうことであるということでご説明を受けたまった、どうぞ。はい、一点基本的なところがちょっとよく分かってないんですけれども、はい、その今のレジュメの2ページの、解除の根拠なんですけど、はい、2ページの1ポツの括弧2ですけども、はい、このモニタリングを実施して、区域の安全性を確認して解除しているということなんですが、具体的なこの空間占領率はどのくらいを基準にして解除になっているんですか。占領につきましては最後に記載がございますけれども、避難の時の基準がですね、年間積算線量で20ミリシーベルトとなってございます。で、基本的にこちらでご覧いただきますようにそれを下回っているということで、かつ、ホットスポット的にですね、高い部分につきましては特定避難干渉地点の設定をさせていただいた上で、少なくとも、避難基準を下回っているという形で、規制の解除をしてございます。で、当然ですけれども除染作業につきましても解除後もですね、引き続いてやってまいりまして、住民の皆様に安心して帰還ができるようなそういう体制は取っていくということとしております。今のちょっと私の理解、そうすると20ミリを基準にして一応解除するけれども、その除染
作業をすることを前提に20ミリを基準にして解除しているということです。緊急時避難準備区域につきましてはまさにプラントの基準で、設定をされております。で計画的避難区域とは、この点で違うわけですけれども、当然お帰りいただくためにはですね、当然ですけれどもモニタリングが必要でございます。これは空間線量のみならず、例えば、実際飲用に使われるお水とかですね、こういうようなところも各自治体からは帰る前に全戸調査をしてほしいというような要望なんかも出てきております。これについても逐一チェックをして、でかつ、それぞれ各市町村ごとに除染の計画も立てて、でその上で、各市町村、ともまさに復旧計画の中でですね、除染も含めて、あるいはそこのインフラも含めて、機関の支援をしていくと、こういうことでございます。そうしますと、ちょっとよく理解できてないんですが、空間線量としては20ミリを基準にし、それ以外に総合的に例えば飲料水とかそういうもののチェックもして、除染の計画も立てられたところから解除していると、こういう理解でよろしいですか。除染も含めて、復旧計画、インフラを含めてですね、まさに復旧計画を立てて、それで解除をするということでございます。で先ほど申し上げておりますが、解除と期間は別という形でございまして、もちろん線量が低くてお帰りになっている方もいらっしゃいます。そういう地域もございます。それから、除染をしてからですね、お帰りになるという判断をしているところもございまして、それは地域の実情に応じてという形になっているということでございます。ちょっと今の質疑応答でまたちょっとよく分からなくなってきたところがありますけども、これ解除自体は一律に解除しているわけですね。はい、おっしゃる通りでございます。でだけどもその帰還できるかどうかっていうのはいろいろ個別の事情があって、はい、一律には判断できないし、解除そのものとは連動させないで考えているということですか。はい、したがって、当然ながら解除してすぐお帰りになるというご判断をされる方、あるいはそういう地域、帰れる地域もございますけれども、準備をした上でですね、帰るというところがございます。で、それぞれ各市町村、市町村ごとに状況は違っておりますけれども、例えば、村において帰還宣言をしてからですね、住民の帰還を促すというような形の市町村もございますし、緊急時避難準備区域は解除前から住んでもいい地域でございましたので、すでに多くの方々がお戻りになっている地域もございます。すでに多くの方々がお戻りになっている地域はお住まいになっているのを前提とした上で、インフラの復旧あるいは除染モニタリングの強化を行っているということでございまして、この辺はまさに地区ごとに状況が違っているということでございます。どうぞ。今のお話なんですけれども、そうすると帰還するかしないか、現実にその戻るか戻らないかっていうのは個々人の判断に任されているところと、その前提として市町村なりが何らかの判断をして、その先に個々人の判断があるっていうところと、いろいろだっていうお話なんでしょうか。当然個々の人が帰るというのは個々のご判断あろうかと思いますけれども、私どもとしては当然帰っていただけるような環境を整備する、当然それを最大限国として責任を持ってやっていくということでございます。それでこの復旧計画の記載内容に、復旧計画の項目4ページでございますけれども、この中にもですね、住民の移転で例えば帰還完了目標日というような項目もございます。でそれぞれのまさに市町村によって考え方は違いますけれども、例えばこういう目標日を設定をして、そこに向けてさまざまな帰還支援策を講じてですね、それで帰っていただけるような環境を作っていくというところもございますし、あるいは市町村によってはすでにもうお帰りになっている方が多いということですので、帰還完了目標日という概念ではなくて、それぞれ復旧についてのですね、スケジュール工程を明確にすることで支援を
応援をすると、まあ、こういう形の対応もございます。でこれは市町村ごとにまさに状況は大きく異なりますので、そういう意味もございまして市町村ごとに復旧計画を作っていただいて、これを私どもとしてその実現に向けて、政府を挙げて取り組むと、こういう方式としておりございます。ちょっと質問ってことじゃないんですけども、最終的にその避難費用をどこまでこう計算するかというような時にですね、その帰還とその解除との環境どういうふうになっているのかっていう、その全部の地域が一律じゃないというのは分かりましたけれども、そういうことが多分これからものすごく重要な要素になってくるかなということでちょっとお聞きしたということ。はい、どうぞ。これ一つのその解除の要件であるっていう形で、で放射線量の詳細なモニターにモニタリングすれば必ず通知が出てくるわけですよね。でそこでその安全性を確認しましたという形ですので、その要件として挙げているとすると、モニタリング結果としては数値が出てくるわけですので、だからどういう判断をしたんですかというのはやっぱり要するに聞きたく なるんですよね。でだから解除した後、その詳細なモニタリングを継続してやっていかなきゃいけない。だから解除した後の一つの行為であればよくわかるんですけど、要件の一つとして挙げられているからすごく分かりにくいんですけれども、減災本部の決定としてはですね、まさにここに挙げられている3つの要件ございまして、放射線量の詳細なモニタリングというのは、当然記載がございます。で、最後のページにつけておりますけれども、それぞれ、面的を含めてですね、モニタリングをしているという状況でございます。でこれに加えて、当然ですけれども、さまざまお住まいの上でですね、安心のために必要なモニタリングというのもあろうかと思います。それから当然ですけれども、地域の中での、線量の高いところですね、相対的に線量の高いところ、こういったところの除染は、当然お帰りになるために必要だというご判断をされることがありますので、これらについては引き続き対応していくということでございます。このカッコ2では少なくともその避難基準を、下回っているということを確認をして、その上で、先ほど申し上げておりますけれども、今回の解除は、規制の解除という側面が強いございますので、その規制を解除をしているということでございます。この問題はですね、先ほど野村委員からありましたように、この審査会の権限との関係でいうと、指定が解除されてもいつまで、相当な期間として賠償するかという問題につながっていて、これを判断するのはいろんな要素がどうもあって、解除されたから自動的に何か決まるものではないなという感想を今持ちました。でいずれにせよこれについてはまた審査会でちゃんと時間を取って議論したいというふうに思っております。で、解除そのものについてのいろんなご意見はあるかと思いますけれども、これはちょっと審査会そのもののまたではないので、一体どういう考え方で解除したのかということと、その解除の背景、いろんなこれ書いてあるようなことについての内容的な、確認といいますか、我々として知っておくべきことを、質問していただければと思います。特にさっきの楢葉町の住民帰還を求めずっていうのは、すみません、ちょっとぼやっと聞いてたのかもしれませんけども、住民の数がそう多くなくて、そして何ですか。住民の方の数がですね、50名程度でございますので、ここで町として、存続していくのは難しい、それからかつ一部警戒区域を通らないと、そこに戻れないというような事情もございます。したがってここについては楢葉町の帰還復旧計画の中では帰還を求めないということとなっておりまして、具体的に申し上げますと警戒区域が解除されるときに合わせて住民の皆様の帰還を行うという形にしてございます。楢葉町の解除については楢葉町にございます工業団地の操業再開のための解除ということでございます。こういったところもこの審査会としては賠償の問題の時はちょっと考えなくちゃいけないということだと思います。
それではまだちょっとご質問があるかと思いますけれども、この審査会としては後で、賠償の範囲の問題として、さらに議論は続けるということで、とりあえずよろしゅうございますか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは第3の議題に移りたいと思いますが、放射線に関する安全基準についてでございます。で、この安全基準についてはいろいろこの審査会でも議論がございましたが、まあ、今日はどんな基準があるのかということについての説明を事務局からお願いしたいと思います。はい、時間申しておりますので、ごくごく簡単にですね、資料自体は事実関係をまとめたものでございます。1枚目のところでございますが、これは我が国の放射線に関するその技術基準についてはですね、放射線審議会の方で再一化が図られているということでございます。それから2ポツのところに行きまして、その国内法令そのものはですね、基本的には ICRP の勧告に基づいて作られてございます。それでまず職業被曝、女性も含めてですね、丸1、丸2と、勧告の考え方が書いてありますが、結果として次の2ページを、ご覧いただきますと、そこに国内法令の例ということで、いわゆる電離則、が書いてございますが、職業被曝については、1年間につき50ミリ、5年間につき100ミリシーベルトを超えない、さらには、妊娠する女性の、放射線業務従事者についてはですね、3ヶ月につき5ミリを超えないようにしなければならないという規定になってございます。それから次の丸3の作業場所、これはまあ管理区域の基準でございますが、勧告の考え方、取り入れの考え方書いてございますが、結果的には次の3ページのですね、2ポツの具体的な適用というところがございますが、3ヶ月につき 1.3 ミリシーベルト、これの根拠が下の説明のところのですね、括弧1の片括弧1にございます。公衆の特殊な状況下における年線量限度5ミリシーベルトパーネンを3ヶ月間で割り振ると、これをもとに5÷4.125 でございますが 1.3 ということで、次の4ページにございますが、これも電離則の例で、他の法令も全く同じように決められてございますが、3ヶ月につき 1.3 ミリシーベルトを超える恐れのある区域について管理区域として設定するということになってございます。それからその下に公衆の被曝の線量限度がございますが、これも勧告の考え方というのが、まず勧告の考え方でございますが、1年について1ミリシーベルト、それから5年間にわたる特殊な状況においては5年間にわたる平均が年あたり1ミリシーベルトということになってございまして、具体的な国内法令の取り入れ例がその下に、こちらは原子力発電所の関係の規則でございますが、この周辺監視区域において次の5ページのところに具体的な線量がございますが、1年間につき1ミリシーベルトということになってございます。これも具体的な例はまだございませんが、その実用発電の場合、経産大臣が認めた場合は1年間につき5ミリとすることができると、これも勧告の考え方に沿ったことでございます。それからあと病院については特殊な規則がございまして、病院または診療所について3ヶ月につき 1.3 ミリシーベルトという基準がございます。これも1年5ミリに基づいて出てきた数字でございます。それから緊急時の職業被曝に関しましては、ここにですね、書いてございますが、もともと100ミリで決められておりましたものを、今回の事故を契機といたしまして、関係大臣によってですね、250ミリシーベルトの基準が作られてございます。でその時の考え方をですね、放射線審議会が声明という形で出してございますが、国際的には500ミリシーベルトという推奨値が示されていたんだけれども、国内取り入れが遅れておって、この3月にですね、それを取り入れた形になっているということでございます。それから次のページでございますが、6ページのところには、その今回まさに今回の状況でございますが、緊急時の被曝状況、あるいはその後の現存被曝状況について、これまとまった考え方を示したものは、7月の原子力安全委員会が示した基本的な考え方というのがあるのみでございまして、その法令のどこかで決まっているということではございませんが、1の緊急時被曝状況のところでは、事故に
事故後のですね、避難区域等の設定の考え方なども書いてあって、結論的にはその括弧2の上の方にですね、ICRP の2007年の勧告でございますが、20から100ミリシーベルトの下限である20ミリシーベルトパー年を適用することが適切であると判断したということになってございます。でその後の現存被爆状況につきましてはですね、次の7ページのところに、7ページの真ん中辺のところにございますが、防護措置の最適化のための参考レベルは ICRP の勧告に従えば現存被爆状況に適用されるバンドの1から20ミリシーベルトパー年の下方の線量を選定することとなる。でその際、状況を斬新的に改善するために中間的な参考レベルを設定することもできるが、長期的には年間1ミリシーベルトを目標とするというのは考え方が示されてございます。いずれも公表資料をですね、抜粋して事実関係をまとめたものでございます。説明以上です。これをここで今どういうふうに扱うかということ自体が少しご議論が必要かと思いますけれども、今日はこの基準自体をあれこれ議論するということが目標ではございません。でこれについては皆さんもまたお持ち帰りいただき、次回以降ですね、例えば自主避難についての賠償の問題を考える際に、これを参考にしながら、こういう基準があるけどどうなんだというふうに関連してご議論いただければというふうに思います。しかし今ここで何かこの基準そのものについて、この点だけは確かめておきたいというような点がございましたら、ご自由にご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。よろしいですか。もし今後ですね、こういった基準、この審査会は必ずしも科学的な基準、安全基準がどうだということを議論する場ではないので、しかし賠償の問題を考える際にどうしても、これにまた戻らなくちゃいけないということがありましたら、この基準を先ほど言いましたようにまた対象にして議論するということがあり得るし、その際に、実際にちょっと私の個人的な感じです意見ですけども、もしこの委員会にも専門家の方は何人もおられますけれども、専門的な議論を少し聞かなくてはいけないということがあれば、そういう場合には、どなたか適当な方に来ていただくということも考えられるかもしれません。しかし、いずれにせよ、ここでは今、直ちにはこの基準そのものについては、議論しないで、参考資料として一受け取っておくということでよろしいでしょうか。はい、これはそういうことにさせていただきたいと思います。で、次の議題が除染についてということでございます。前回本来議論する予定でしたけど時間がなかったために、飛ばしてしまいましたけども、本日同じ資料が用意されております。これも事務局からですか。お願いします。はい、それでは資料4でございまして、前回お配りしたのと同じ資料でございます。前回除染に関する緊急実施基本方針、それから特別措置法のご説明があったわけでございますが、その特措法はまだ施行されてございませんので、この除染に関する緊急実施基本方針に関して論点を列挙させていただいてございます。まず基本方針で行われる除染についてのその損害の範囲をどう考えるかということでございます。でそこに括弧1に A から A まで書いてあるのは、これは基本方針の内容をまとめたものでございますので、ちょっと説明は割愛させていただきまして、2ページをお願いしたいと思います。その基本方針に基づくですね、除染に関する措置の実施に伴い費用が発生するわけでございますが、どの範囲まで原子力損害に該当すると考えるのが適当か、あるいは除染の実施に関してこのほかに想定しうる損害があるかないか、それからこれらの論点につきましてですね、今後策定される市町村の除染計画の内容、あるいは除染が実際に行われることを踏まえた上で検討する必要があるのではないかということでございます。それから2ポツの2のところはですね、この基本方針前にですね、
発出前の扱いということで、基本方針が出される前の除染についてどのように考えるか、あるいは中間指針の中にも除染のに関する項目がございます。それとの関係をどうするかということでございまして、そこが具体的には3になってございまして、中間指針にある除染に関連するですね、類型をそこに列挙してございます。避難投資地区域内の営業損害、あるいは財物価値の喪失または減少、それからうでございますが、農林水産物の出荷制限指示に伴うかかる営業損害、あるいはその他の政府指示等にかかる営業損害、これは公定とか延定も含まれてございます。こういったものとですね、どういうふうに考えていくかということでございます。最後でございますが、基本方針に基づく除染費用を賠償すべき損害と認めた場合、これらの中間指針に記述された類型との関係をどう考えるかということで、まあ中間指針そのものを書き直すのか、それとも追記するのかという、まあ若干技術的な問題がございます。資料の説明以上でございます。それでは今の除染に関する問題点につきまして、ご議論がありましたらお願いします。どうぞ。まだ施行前ということですけれども、特別措置法の規定ではですね、質問の対象が2ページの括弧2なんですけれども、上のですね、この除染の費用のどの範囲までを原子力損害と考えるかという論点が入っておりますけれども、特別措置法ではもうこの費用は原子力損害とみなすというような規定が確か入っていたと思うんですが、それとの関係は、この論点はどういうふうに考えたらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。前回環境省の方からも説明させていただきましたが、その44条につきましては、その政府というか法律に基づく措置というのがですね、これはその合理的かつ必要な範囲で行われるので、当然その賠償の対象になるということで、そういう理解だということでございます。でここで出てますのは、その法律ができる前の緊急実施基本方針に基づく除染というのも法律と同じように考えていいのかどうかというのがですね、論点になります。わかりました。どうもありがとうございました。今やり取りがありましたように、この審査会としては汚染の除去の措置を取ったときに、どこまでが原子力損害とされるかということが問題になるわけで、法律の中には一応考え方が明確にされているわけですけれども、それをめぐってもおそらく今後若干議論が出てくる可能性はあります。ただこれもちょっと除染の作業そのものがもう少し進まないと、どういうところがどういうふうに行われるかということがある程度明らかになってこないと議論がしにくい点があるかもしれません。はい、どうぞ。今の点に関しても特措法の44条は条文上は限定なしに求償できることになっていまして、それをどう考えるかという問題はここで議論していただいてもいいと思いますし、先ほどお答えがあったように緊急時の避難が基本方針で行うことについては特措法の適用は、ない形式上はないので、ただ、事実上同じように扱った方がいいかどうかということはあると思いますけれども、形式上はないので、それをどうするかという問題はあるのだろうというふうに思います。これもまたもっと具体的になったら賠償の問題としては議論いたしますけど、今この段階でこの基本方針について何かさらにご質問あるいはご意見があればお願いいたします。自分でもって賠償そのものの問題とは違うと言いながら、この基本
方針といいますか、除染のこの1ページ目のいろんな、先ほど説明省略した部分ですけれども、年間1ミリシーベルト以下の地域は、具体的には何を行うってこれ書いてあるんですか、よくは文章としてよくわからない文章ですけども。住民、国、県および市町村と連携し、局所的に公線量を示す箇所につき、住民を含めた関係者、安全かつ効率的な除染ができるように必要な支援を行うと、まあ、これは事務局として説明する責任があるというわけではありませんけど、今少なくとも事務局の方で聞いている範囲ではですね、例えば専門家を派遣するであるとか、除染の方法について指導をするとかですね、そういったことが想定されるというふうに伺っております。ちょっと環境省の方でこれ関わったものですから、多少お答えさせていただきますと、今のうのところはこれおおむね年間1ミリシーベルト以下の地域ということで、個別的には局所的に高い線量を示すところがあるので、それについては支援をするという趣旨ですので、このおおむねというところが結構重要なところということだと思います。もう一つだけついで、これ局所的に高線量とかですね、あるいは E のところでも比較的線量の高いとか、まあ、言葉として非常に曖昧な言葉が書いてありますけど、これは何かもうちょっと具体的な議論があったんですか。むしろ大塚さんに少し教えていただきたい。事務局に先にお答えいただいた方がありがたいですけど、いかがでしょうか。それについてはちょっと環境省の方にも伺って、また改めてお答えしたいと思います。はい、ありがとう。大体比較的線量の高い地域の面的除染というのは年間5ミリシーベルト以上というふうに、そういった議論がなされていると思います。で、5ミリシーベルトより下の方は長期的に1ミリシーベルトを目指した除染をするということですが、それはどういう方法でやるかということについては具体的に触れてないというのが今私の理解しているところです。はい、そこはちょっと私の理解ですと、実はその検討会の第1回は今田中先生がおっしゃったような議論があったんですけども、最終的にはそういうことは答申には出ていませんので、基本方針はここは比較的線量高いということでしか出さないということだと思いますので、今のご議論はあったことはあったんですけども、最終的にそういうことになっているかどうかはちょっとよくわからないということだと思います。分かりました。この指針がどういう考え方のもとで作られているかについては、先ほど事務局から答えがありましたように、環境省の方に問い合わせて、少なくとも公式的な見解はそこで聞くことにいたしましょう。で、その上でさらにこの審査会としてこの問題について何か関連する点があれば、つまり賠償との関係でということですが、それはそれでこちらでまた議論するということにしたいと思います。それでは、この点につきましてもこのぐらいにさせていただきまして、続いてですね、議題の5、自主的避難についてということでございます。で、この自主的避難につきましては、前回の審査会で、論点ペーパーをもとにしていろいろご議論いただきました。で、前回は一応事故直後に自主的な避難をしたグループと、それから一定期間経過後、自主的な避難をしたグループとでは、少し避難の、理由とか、あるいは対象となる人々が違うのではないかというような議論がございました。で、さらにこの点については審査会として議論したいわけですが、その前に、地元の自治体の方、あるいは実際に避難された方々のご意見を伺いたいということで、本日は、自主的避難の状況について説明をいただくということにしました。で、最初に福島市長からお願いすることになるでしょうか。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介いただきました福島市長の瀬戸でございます。県にあります村場の組織の、知事が会長なんですけど、私が副会長ということで、就任しております。今日はこういう機会を与えていただきまして、我々、3月以来
この対応してきた経過も含めまして、テーマは自主避難でございますけれども、ちょっと各班に当たりますこともお許しいただきたいというふうに思います。まず一と最初に申し上げておきたいの、時間もそうはないと思うんで、今度の原子力災害は、国に適切な法律がなく、それから地方自治体に経験も権限も財源もなく、それから国民、県民、市民に放射能の適切な概念、知識がない、そういう状態で発生した事故であるということを私は市民に申し上げております。と申しますのは、災害救助法等々によりますと、台風、地震、洪水等々は、これは組長の責任でありますから、避難指示も、そういうのを出すのが組長です。しかし、放射能というものはどこにも出てこない。しかしながら、市民は災害のときには、基礎自治体の組長にものを言ってきます。これは当たり前のことでありまして、その間に挟まって、私たちは国に適切な対応をないままに、6ヶ月と言っていいでしょう。ほとんど我々の判断で対応してきたということを申し上げておきたいのが、報道であります。その次に、放射能災害の怖いところは、福島市は避難区域には当たっておりませんけれども、低線量の放射線被曝地帯であります。福島県の中通りを中心に会津まで及んでいるし、全県が放射能の被害に遭っております。恐ろしいところはずっと見ておりますと、言葉で言うと、亀裂、分裂、あるいは反目不振、そういったことが市民の間に起こってくることであります。例えば、この度の自主避難一つとりましても、ある地域のコミュニティから自主避難される方々は、そっとと言いますか、できない方と、それからできる方との間では、これ、反目が停留に生じております。それから、地域社会におきましては、例えて言うと、広域の処理、汚泥の処理場があるんですが、この処理場のめぐって、これは上流の福島市からの汚泥を我々のところに置いてもらって困ると、そういう問題とか、あるいはもちろん仮置き場につきまして、うちの方は除染の仮置き場で嫌だ、そういったこととかで反目が生じております。自治体間ではこの間、先ほど申しましたように、何の指示もないものですから、郡山市の学校の校庭の表土範囲から始まりまして、福島市はできないのかといったパッシングとか、あるいはそのガラスバッジをつけるというときには、なんでこの自治体はできないんだ、もっと早くできないのか、あるいは通学路の除染、そして最たるものは風評差別被害であります。放射能によって怖いのは本質的には差別、このように6ヶ月間考えてまいったところであります。そこでこの自主避難をめぐってでありますけれども、結論から申しますと、この審議会は次に向かっての中間指針になるのかどうか、政府の大事な指針の中身に反映されるものと私は理解しておりますので、結論から申しますと、自主避難した人にも保証してください。自主避難した人だけでは、残った方、例えば福島市の公立学校の子どもたちは約800人避難しておりますが、
2万4000人の子どもたちは残っているんです。避難したくてもできないという家庭や子どもたちがたくさんいるという事実、こうなりますと私は区別はできない。で、放射能の対策で、ぜひお願いしたい考え方で、よく各省庁はどこかで線引きしたいんです。何ミリシーベルトとか、例えばこの前の除染費用の持ち方で避難地域の5ミリシーベルトについては出すけれども、その他は考えてない、こういうことを言われますと、我々の除染にかかった費用を一体どこに請求すればいいのかというようなことになってまいります。補償もそうです。現在の中間指針では避難を政府が責任を持ってさせるというところだけは言及しておりますけれども、我々のように低線量のレベルの被爆している長期間いるところにおいて、この具体的な法律論の、例えば交通事故のような法律論でなくてですね、放射能は全く違うというふうに私は思うんでありますが、時間が経てば経つほど課題が深まって問題が増えると深まっていっているというのが、実はこの放射能の災害ではないでしょうか。今まで我々知識がなくてやってきまして、そしてスピーディーによる資料に示されて、最初に分かったのはドイツの資料です。そういうことから校庭に何ミリシーベルトの、まあ、3.6 って最初出ましたけども、基準があると、あるよと。しかもそれが、国においては変わってくるというような状況が、まあ、あったわけでございますけれども、そういう基準を設けることが非常に難しいのは、実はこの放射能災害の持っている怖さだろうと私は思います。でありますので、そういう意味では薄いも高いもやっぱり放射能というのは怖いんですね。日本人が放射能教育を受けてきたのはたかだか6ヶ月です。この間しか勉強しておりません。ですから怖さにおいては、確かに避難して自分の地域社会から離れなきゃならない方々がたくさんいる。これまた一番大変です。でもここだけではなくて、放射能が降ってそこで現実に生活しているんです、私たちは。そしてこの問題はいずれ避難を指示した地域の問題になります。除染をして帰っていいよと、帰っていいよとなったときに、私たちは同じ問題がこの避難地域の皆さんに、除染の問題とか生活空間どうするとか山林はどうするとか、そういった問題になってきます。それを我々は今現在やっております。で、次に除染の話になってまいりましたけれども、福島市は、この前実験的にある地域で、まあ、比較的高い渡里というところの地域で実験をやりました。市民の皆さんに3000人出ていただいて、職員も300人ぐらい出ました。もちろん業者の方も出ました。で、この中でやっておりまして、最初はですね、除染は、やろう。我々も協力してやろうじゃないかということで追ったんです、最初のうちは。だんだん空気が変わってきまして、やってみますと、東電に行くらしい。こういう、なんで俺たちが、東電が降らした、この放射能をですね、取らなければならないんだというような感情にだん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 変わってきてます。そのことが、この放射能の災害の、最初はみんなでやろうと言っても、なかなか最終的には追いつかない。そういうふうに思います。そして、調べた結果、高いところ、緩衝地点にするか、それとも除染するかという判断が求められた地区がいくつかございますが、結果としては、緩衝地点でもなる地点もあったんですが、ちょうど2軒がお寺さんでございまして、我々はここで、聖書を共にするなんていう方もいらっしゃいましたんで、結局は除染に選んでやっていただきました。で、今始まりましたの、昨日おととい総理大臣が来て見てもらいました大波地区、ここは山間部です。伊達君に近いところでございまして、370個近い戸数を面的な除染をすることにいたしました。費用は1億8000万です。我々福島市は除染は11万個全部を除染を目指すと言っております。だいたいこの費用はその単位を当てはめ、単純に当てはめますと、福島市の予算が決算で900億ぐらいですから、一般会計。その半分以上が除染費用というふうにご理解いただければ分かりやすいんだろうと思います。つまり除染にかかる費用というのは、どの自治体もこれから取り組まなきゃなりませんけれども、かか
かる費用は膨大であり、日数もかかり、その前に人手がない。今、誰がやってるかっていうと、野球の選手とバスケットボールの選手を呼んできてサッカーさせてるみたいなもんです。基準も曖昧です。まあ、田中先生いらっしゃいますから、これからご指導いただきたい、組織的なご指導いただきたいと、まあ、思っておるわけでございます。これによって生活空間での被爆線量を、まあ、下げよう、積算被爆線量を下げようということで、子どもたちもですね、まあ、戻ってきてもらいたいというのが我々の願いであります。それからガラスバッジを配布いたしました。で、1回目の経過も出ておりますけれども、全体で3万8千人の、小中学生、それから妊婦未就学児の希望する方ですね、1人当たり2個、1つは1ヶ月、1つは2ヶ月配布いたしまして、7万6598個という数字が出てますけれども、これで1個当たり1万1575円で1億2000万の費用がかかると、まあ、こういうことなんですけども、ガラスバッジをつけてその結果を見ますと、まあ、これまだ公式に発表しておりませんが、相当低いものであると、まあ、お医者さんが大丈夫だということは絶対使わないんでありますが、ほぼ安全な値であるということが出ております。ですので、こういったガラスバッジの効果もですね、見ながら、まあ、3ヶ月間にわたって子どもの行動がそのまま出るわけで、およそ出るわけですから、そうしますと福島市子どもにいて、安全か安全でないかということも大体分かってくると。で、確かに私は避難してほしい、そういう状況の方がたくさんいて、本当に支援までしたいと思っておりますけれども、コミュニティを預かる市長といたしましては、やはり人口が市から出ていく、あるいは県の人口が減るということについては、やっぱりこのなんとかコミュニティ維持できないかということで、除染という方法をですね、まあ、選んでいるということをご理解いただきたいと思います。で、県の資料によりますと、自主的避難者の数は9月現在、9月22日で5万人を超えているということでございますが、おそらく福島市からはですね、効率的には700、800人なんですけども、幼児あるいは統計、これなかなか捉えにくいものですから、1300人ぐらいは避難しているんじゃないかなと思っております。この前東北市長からありまして、山形の市長さんにお話聞くと、今どんどん来てますよということですし、また私の地元の学校の来年の小学生の入学者が去年に比べて半分しかいないということは、これからもそれが出るということであります。これをとどめることはできません。ですから、これに対しての先ほど申しました国のですね、もうこれを真っ向から捉える国の政策をしていただく時期に来ているというふうに私は考えるわけであります。どうか一つ、我々のこの自治体がそれぞれ、財源がこれからですね、だいたい食品の内部に入っているセシウムの値を測る、そういう作業が私は全国で起こると思います。セシウムは一箇所にとどまるということは絶対ないんですから、そうしますと、我々は7月の段階からベラルーシに頼みまして、7台の簡易測定器を頼みました。その他に東北大学から大きいやつ、それから自主的に大きいやつ頼みました。1500万かかりました。ベラルーシ製は1個150万です。で、これをまず給食センターにおいてですね、食品のチェックをするということをしました。まず子どもにターゲットを絞まないとやりきれませんので、そのようにいたしました。そして、今、大量に注文いたしまして、各支所に1個ずつぐらいは置けるように手配をいたしました。で、ホールボディカウントも福島市は1台買うことができました。1台5000万、車に入れて1億円です。ところが、先ほど言いました各自治体が自主的にやってきた対策も、いよいよここに来てお金がなくなりました。まだやれるうちはいいんでありますけれども、独自の対策、国からの何の指示もなくですね、市民の声を聞きながら、子どもの安全を守る、地域を守るという一心で、私たちはこの対応をしてきました。しかも市民からは遅い、早いと言われながらですね、やってまいりました。それがここに来まして、ホールボディカウントの設置も、まあ、我々は容易は2月頃になりますけれども、できますけれども、これによって全市民の検診をしていくということでございますが、自治体によってはできないところも、まあ、たくさんあるということです。申し上げたいのは、そういう危機を入れるときに、ここでの議論ではないかもしれませんけれども、あえて申し上げますと、国が本気になって、一律的にこの避難、被爆地には、費用を入れていただく、基地を入れていただくと
いうことに手を貸してほしいと思います。それとさっきバラバラになるというふうに申しましたが、特定避難勧奨地点で今どういうことが起こっているかと申しますと、同じエリアの中で一見全部が勧奨でありませんので、避難それを当たったところはいいと、でそんなに違わないところで何で俺たちが残されるんだというのが実はその問題点として地域の分裂につながっているということも申し上げておきたいというふうに思っております。占領で高いあるいは危険だと言って避難しているところは飯舘村と特定避難勧奨地点のみであります。ですけどこれよりも福島市には高い地点があります。ですからこういうことを比べますと、そこをどう対応していくかというのは国が正しく判断してですね、我々はそこを避難しなさいと言われればそのような対応を取りますし、国の判断がそこで示されるわけであります。私の方で行くなとか行くないとかとこんなことを言える立場でございません。でありますので、避難者には市のいろんな情報を提供したりですね、除損自治体って分かっている方には、そのできるだけのことはしておりますけれども、まあ、なるべく私としては、早く福島市をきれいにして、自主避難者に戻ってきてもらいたいというのが、市長としての願いでございます。ちょっと長くなりましたけれども、以上、ここら辺で一旦やめさせていただきます。どうもありがとうございました。それでは皆さんの方でご質問等がございましたらお願いします。先生いいでしょうか。あ、どうぞ。田中先生に少しこの機会だから除染についてご意見を私の方から聞いていけないですか。ここはそれの目的ではないかもしれませんけど、でも今国で私どもがさっき言ったように機器もいろいろ揃えなきゃなんねえですが、アドバイザーが欲しいんですね。本当に国が責任を持ってこの方がアドバイザーで正しい除染をこうしますと、こんなことをいちいち聞いて我々やれる時間なんかないんです。ですからもう始めなきゃないから始まってるだけなんです。でも問題としてはやっぱり正しい先生方のご指導いただきながらこういう除染をするといいんだよということを欲しいわけですね。そういう意味では、先生にお願いしてぜひ今後国県にもですね言っていただきたいというのをこの場でお願いしていきたいと思っております。なんかございます。ここの賠償審査会のあれとはちょっと違うんですが、今やはり国の指示が不足しているとか、国のきちっとしたその個人的に言えばホールボードを持つのは本当に今各市町村が持つべきかどうかっていうのはちょっと私も疑問があります。そういう意味できちっとした正しい指示を適切な指示を国は出さないと損害賠償額がですねむやみにあまり効果的じゃないところで増加するのではないかということもありますので、これは市長に言うよりは国の方の対応をしかるべきところで対応していただかないと、除染費用もいろんな意味でもう私は今のところ上限は多分想定できないような状況に今ありつつあるんじゃないかと思うぐらいですので、ぜひその市長の言葉を受けて私としてはそういうふうに。やはり今までの災害と違いまして、この精神的な被害と申しますか、そういったものをぜひ次の指針で認めていただきたいというのが念願でございます。今までの法理論の中にはなかったかもしれませんけれども、毎日毎日挨拶代わりに放射線の値の話とかですね、あっちがどうなのか、こっちがどうなのかっていう話とかですね、とにかくあそこに住んでたいわけなんですね、やっぱり多くの人は。でもそういう状況にいつまでも置かれていることについてはもう限度がありますよということですから、これに対しての保障はきちんと見てもらう。例えば私も一人で個人で考えているんですけど、福島市というのは福島県の原発で福島と福島がダブっちゃったもんですから、この名前を傷つけた保障はどういうふうな法的な理論があるのかなと今探しているところなんですけども、報道も福島県と福島市って区別しませんから、福島第一原子力発電所とか福島の原発とかっていいます。私どもは福島市でございますので、その辺の違いもですね非常に迷惑しているところがありました。この前名古屋の方で川俣町の花火を上げて、
市長さんが謝りに来ました。私に来た手紙で、川又じゃないですよ、福島市の市長に来た手紙が、なんで放射能分まいといて市長が謝らなきゃならないんだっていう苦情の手紙を渡しに来るんですか。まあ、それはあの内容はともかく、福島っていう名前にはそういう意味がもう傷つけられた非常に残念な状況があります。ですからその心情をどっかで汲み取っていただかなきゃならない、市民はみんなそう思ってますので、この場で相手さお話しさせていただきたいと思います。まあ、あの今日いろいろ福島市としてのお悩みといいますか実用というのを伺いましたが、まあ、私としては今日の話の中で一方でその福島市内で、まあ、それなりに高い放射線量もあるところもあり、自主的避難については、まあ、金額とかそういうものはともかくとしてそれはそれで賠償してもらいたいと。でだけどもその残る人たちもいて、そういう人たちもいるので、そういう人たちに対する賠償というのを考えてほしいと、まあ、そういうのが要点だったというふうに。ここ同じくですね。はい、はいはいはい、どうぞ中島に。今会長 の指摘された点なんですが、市長としてはその残った人に賠償してほしいとおっしゃられるその根拠ですね、根拠は具体的に例えばどういう経済的な理由もある、あるいは家庭の事情もある、家族によってはいけないこともある、仕事もですから、仕事が行き先によってある職種の方はこれできるんですね。あるいは家族と離れなくてもいいんですけども、またそれができないというその残ってらっしゃるのに対しましては、一人一人お聞きしますと、市長さんお金出るんですかってことをはっきり言いますから、避難の費用がですから出たいんですよ本当は。もう根拠って言われればそういう声です、市民の生の声、まあ、おそらくこれからもあの解説者が出てくると思いますけれども、そういう声がたくさんあって、どんな被害を受けたんだとかなんとかってなくてですね、放射能っていう知らぬ未知の物質の不安、これに苛まれている気持ちというのは、特に子どもさんを持っている保護者の皆さんの気持ちはちょっと来てみないと分かんない。だからこの前も政務官で現地の対策本部長で来られた田島政務官もかなり言いましたけども、現場の大波地区に行ってお母さん方と話して、そして現場の切実な声を聞いてやっと理解したというぐらいですから、本当に現場に来てもらってですね、政府関係者にはこれから我々を助けていただきたいと。自治体の力はもう限界に来てます。ですから今の話のお答えは、その根拠はといわれば生の声、なんか分かったような分かんないような話すいませんが、あの今のお答えをあえてこちらに咀嚼して、まあ、表現するとすると、お金があれば自分も避難したいんだけれども、まあ、いろんな事情で避難できない、しかし放射能は低線量とだけれども怖い、まあ、怖いけれども避難できないことによる、まあ、精神的苦痛と表現してよろしいですか。そうですね、それによって、家族が離れ離れになるという辛さは避難している人でしないとちょっと分からないかもしれませんですね。私はこんな提案をしたんです。福島市も東側と西側では濃度が違いまして、西の方に行きまして薄いんです。ですから私は災害救助法にある避難住宅を作ってくれと言ったんです。つまり同じ自治体の中に100個でも200個でもですね、そういった用語の方濃いところから移って、学校も家族も同じ自治体で住めるような方策を作ってくれと言いました。ところが各省庁縦割りって言っちゃ悪いんですけども、各省庁はそれ持ってません、放射能、つまりこちらがなくならないと建てられないっていう法律なんですね。ですからそれはあの津波なんかで出ます。でも放射能で汚染されているということはなくなったと同じです。この問題は必ずあの避難区域の方に出てきます。これから全地域が住めるってありませんから、住めないところ出てきますから、そうしたらばその法律を作って新しい町を作るぐらいの町しなければ住めません。ですからそれと同じことを福島市で今やろうと提案をしてまして、その特別な法律あの立法化をですね、まあ、お願いすれば、まあ、何人かは遠くに行かなくてもですね、薄いところもありますから、ただそこは大概調整区域ですから、やはり特区ということになります。そういった提案も国にはしているところでございまして、その避難、自主避難に対しての、まあ、自治体としての
さまざまな対応ですか、それをにも悩ましい状況が続いているということを申し上げたいです。どうもありがとうございました。どういう理屈でどういう損害というのはさらにこちらでもまた検討したいと思っております。お願いします。どうもありがとうございました。それでは続きまして福島弁護士会の代表としての渡辺弁護士からご説明をお願いしたいと思います。私は福島県いわき市で弁護士をしているものでございます。日々原発の被災者の声を聞き、説明会を何度も開き、どうやってこの人たちを救済していいのか、そういうことを日々悩んでいる弁護士の一人でございます。そして私自身も幼い子どもと妻子を東京の妻の実家に避難させている自主避難者の一人でございます。私は平成19年に相馬ひまわり基金法律事務所、いわゆる弁護士過疎地域というところに赴任いたしました。東京で弁護士活動した後そういたしました。3年間ほど活動した後、故郷いわき市の方に独立した次第でございます。福島県浜通りにとりわけ思い入れが強いだけに、今回の被災についてなかなか平常心でいるのは大変でございます。3月11日まで福島には本当の空がありました。福島には空気がきれいで、水が澄んでて、野菜がおいしくて、魚が本当においしくて、そういう福島がいいとこたくさんありました。そういうところで子供を育てたいと思ったんです。ところが全てそういう福島のいいとこ全て奪われました。この怒りを誰にぶつけていいか分かりません。おそらく私と同じような思いを福島の人たちはたくさん持っていらっしゃるでしょう。今日はこのような機会でございますので、なるべく平常心で話したいと思いますが、先ほどの東京電力の取締役の話を聞いて私は怒りに震えていました。なんだこの緊張感のなさは、どういうことなんだと私は思いました。そもそもそこに皆さんが持っているその分厚いファイルを見てください。私の事務所にもあります。しかしなぜファーストドラフトをお年寄りとか、なんとか企業を維持しようとしているそのような企業の方とか、そして一生避難生活に疲れた人にそのファーストドラフトを書かせようとしているのでしょうか。保険会社でさえ、例えば交通事故の保険会社、加害者の保険会社でさえこのような案で示談してくれませんかとして、加害者の方からその示談案を持ってくるのが最初だと思います。そこからすべてその交渉というのは始まるんです。ところが出さなきゃ金も出さないぞ、じゃあ書いてみろというんです。私はたくさんの被災者に声を聞いています。おじいちゃんおばあちゃん封筒も開いてません、読めないんです。そんな生活、皆さんのように文字ばかり、私でもそうです、文字を読んでるような社会生活じゃないんです。私は相馬ひまわりで3年間やって、いろんな方々を知っています。いわき市でもいろんな方々を知っています。そんなに皆さん考えてそこに文字を埋められるような技術と、そのようなことを持ってらっしゃる人ばかりではないんです。ですからそちらの方から、これでいかがでしょうか、これで示談してくれませんか、根拠はこうです、そのようなことをちゃんと言っていただかないと、それは無理なんです。そもそもいくら簡単にしましたと言っても皆さん疑心暗鬼になっています。東京電力が手伝ってくれる、冗談じゃない、騙されるんじゃないか、出さないでおこう、そのような意見がたくさん聞こえてきます。ぜひとも再考していただきたい、そう思っております。前置きが長くなりました。レジュメは5の1でございます。まず自主避難者ということで今日私は呼ばれました。しかし自主ではありません、とんでもございません。怖くて逃げたんです。子どもたちの命を守りたくて逃げたんです。私も逃げました。これが本当に各被災者、原発の近くに住む者が受忍限度ということで感受しなければならない損害なのかと言われたら、僕は到底そうは思えません。私は12日の日に第1号機が爆発したときに、これはとんでもないことになるということを思いました。妻が出張中だったので、幼い5歳と3歳の子供を車に乗せて、カッパを着せて、濡れマスクを二重にさせて、泣き叫ぶ子供の足を揉みながら、片手運転をしながら、なんとか10時間かけて東京の方まで逃げました。当時は高速道路も何もありませんでした。山道を通ってどうやったら東京にたどり着けるかと思いながら、泣き叫ぶことをあやしながら逃げました。そのような人たちがたくさんいます。それが最初の段階での自主避難と言えるのでしょうか。私は非常に疑問を持っています。
さて、その自主避難をした人たちは、例えばいわき市はどのぐらいいるんでしょうか。市に聞いてみましたが、それは調査はしていないということでございました。しかし私の感覚では、逃げられる人はほとんど逃げました。逃げられない人もいました。例えば病院の看護師さんの中、さらには老人の福祉施設の人、なかなか老人を置いて、患者を置いて逃げられるものではありません。後で申し上げますが、そのような置いて逃げた人と、逃げた人と残った人との間で、今職場内で圧力が生じています。非常にそれは労働紛争にまでつながっています。そのような圧力を生むようなことになっています。さて、いわき市はどんな状況だったのか、一番レジュメの最後の写真を見てください。これはいわき市駅前の16日の写真でございます。人が3月16日の写真でございます。人がいつもたくさんいらっしゃいます。車がいっぱいいます。誰もいなくなりました。これが本当に皆さん自主的に避難した人ということを言えるのでしょうか。私は非常に疑問に思っています。レジュメの2ページにお願いいたします。避難の時期について問い合わせがありましたので、正確なことは私も分かりません。ただ福島県の太平洋側浜通り、中川中通りで、その捉え方、避難の時期、避難の段階というのは異なると思います。例えば私立幼稚園の児童の減少数について、私今回のこれに参加するヒアリングをしてきました。県北、県中、そしていわきの欄を縦に見ていただきたいと思います。5月19日、5月31日、9月30日というふうになっています。いわきの方は36の私立幼稚園がありますが、そちらの方は約600人の生徒が5月の段階からずっと9月の段階までいなくなっている、そういう状態が続いています。すなわち、後で申し上げますが、最初の段階でバッと逃げました。ところが、学校が始まる、教材をバラバラにすることはできない、そのようなことで4月の初めの段階で戻ってきた人が多かったわけです。しかし、それはとても戻れない、怖い、子どもの将来にどうなるかわからない、そのような不安感によって、いわき市の人たちは逃げた人はそのまま逃げている、このような現象が現れていると思います。県北、県中を見てください。5月の段階では200人、県北の方の29円の手で200人程度だったのが、9月30日になると500人を超えています。ここは明らかに線量の高さ、このまま子どもをここに置いてていいのか、そのようなお子さんたちに対する親御さんたちの悩みというのがここでわかると思います。県中も同じでございます。徐々にこれらの現象は増えている。本当にこのままで子どもを育てていいのか、そのような悩みが聞こえます。子どもがどのぐらい逃げているか、正確な数字については、文科省の方のホームページを見ましたところ、全国の方に1万2000を超えるような人たちが受け入れがあります。ただ、これはちゃんと逃げたということを届けている人だけでございましょう。もっと背後にはいると思います。避難の期間でございますが、先ほど申し上げたとおり、いわき市の場合ですと、学校が始まりました。そこには除染とか、さらにはどのぐらいの危険な物質が飛んでいるか、そのような情報はほとんどなくて、とりあえず始める。という形です。皆さんの中には風評被害を防ぐために子どもが利用されているのではないか、そのような声が、ものすごく不安な声が聞こえてきました。先生たちは窓を開けていいのか、半袖にしていいのか、その子ら本当に悩みに悩んで、いろんな放射性物質の専門家が来ると、そのような声が聞こえていました。その後、先ほど申し上げたとおり、県北県中を中心に徐々に夏休みを契機に子どもたちと母親だけが別居し、そして子供、お父さんと離れ離れの生活になる。この家族を引き裂いたのは一体誰なんだ、そのようにふうに言いたいと思います。さて、避難の理由でございます。避難の理由のでございます。2ページの5でございますけれども、避難の理由、さまざまでございます。今回、私、野戦病院のような事務所を今、経営しておりまして、大変忙しい中で、いろんな声を集めてきましたが、不十分であったことは十分承知の上で、このような声が聞こえるということを申し上げたいと思います。放射線の危険性については敷地はないと言われております。それは子どもを守りたい、そして若い女性、これから妊婦、そのような人を守りたいということでは、一般的、平均的な人を基準とした合理的な理由と言えるのではないでしょうか。なぜ避難したかといって、いろんな方に聞きましたところ、学校というのは平常通り始まってしまいました。運動会も実施しました。放射性物質があると、川から、鮎とかなんかから放射性物質があると言われるのに、その水を自分の方でミネラルウォーターを持っていきたいと言っても、それは小学生は水筒を持っていくことを禁止したと、もしくはプールでの授業も始まる、そして除染の方針もはっきりしない、
そのような状況の中でこれからここに置いてていいのか、そのような不安感からやはり避難せざるを得なかったというような白川の友人からの声がありました。さらには徐々に皆さん被爆の恐ろしさということについて知識をつけてきて、このままでいいのかということを悩みながらタイに避難しているということでございます。最も大きな理由は区のところに書いておきましたが、子どもらしい普段通りの生活ができていないということです。子どもは外で遊びます。自然です。自然からいろんなどんぐりを拾ったり松ぼっくりを拾ったり、そのようなことを子どもはやります。これが今できていないのです。保育の先生に聞きました。外に出せてないんです。今園庭が使えないんです。今までだったら近くの山に行ってどんぐりを拾ってたのに拾えないんです。このようなことっていうのは憲法上の教育を受ける権利を侵害してるんではないでしょうか。このようなことのためになぜ国は一歩踏み出そうとしないのか、私は不思議でなりません。まさに自主避難という問題は、子どもを教育を受けるための権利を回復するために仕方なく選択したものと言えるかもしれません。さまざまな考え方があると思います。国が安全だから大丈夫だろうと言っている人と、いや分からないと言っている人も、そこの中に保護者の間で軋轢が生じているというのは先ほど申し上げた通りです。そして一旦避難してしまうと、皆さん地元で頑張って除染活動とか何かをしています。除染した後に帰ってきやがってというふうに言われたらどうしよう。一旦避難するとなかなか帰れないというようなこの実態があるということも一言申し上げたいと思っております。さて避難の対応としてはどんな対応なのでしょうか。私が聞いたところ、多くの場合母子、いわゆるお母さんと子どものみを避難させ、お父さんは地元の会社を辞めることはできず、お父さんだけが残っている対応が多いと思います。家族バラバラの生活です。子どももコミュニティから引き裂かれました。子どもが友達から引き裂かれ、そしてお父さんとの一緒の生活を引き裂かれる、そのようなものがあるということです。お父さんは週末ごとに帰ってきます。私もそうでございますが、今高速道路の無料がありますけれども、ガソリン代が大変です。そしてその私の方が日頃疲れていますから、ほとんど睡眠時間を4時間5時間ということに削った上で、一生懸命週末のために仕事をしています。そのような中で子どもに会いに行こう、そのような生活を送っている人が多いというふうに聞いています。二重生活の中で生活費の増加、それについてもとてもとても保障があるかどうかは分かりませんが、仕方なくそのような支出をしてと、そのような状況です。レジュメの4ページの方に行っていただけますでしょうか。避難先の生活状況について私の知り得る限りでお話しします。当初の爆発の際には親戚宅とか都会の避難所、埼玉スーパーアリーナとかそういう避難所、さらには営業していたホテル、旅館、さらにはそういうところに避難しました。しかし親戚も2週間も3週間もなると、だんだん目がつり上がってくるという話をおばあさんが言っていました。当然です。帰るしかないんです。そして学校が始まるといったところに帰った人が多かったんです。ところが徐々に、特に中通りでございますが、大変線量が高いようなところ、そしてお父さんお母さんがこのままどうしていいのかということ、このまま残ってていいのかという悩み、そして家族がバラバラになるというような状況が続いていると思います。私のところにも避難生活を契機に、夫婦間で避難させるかさせないかということで意見が対立し、離婚に発展してしまうという悲しい結果も生じております。そしてすでに7ヶ月も経過し、子どもたちは避難先での生活というのをそれなりに適用している。そしてここで戻していいのかどうか、それを本当にお母さんたちは悩んでいます。では他方、避難していない住民の状況はどんな状況なのかということについて申し上げたいと思います。避難していない住民の状況、先ほど申し上げた通り、避難していない住民の状況は地元の復興のために一生懸命今頑張っています。そしてその人たちは避難した人ということについてなるべく責めないようにしようと思っている人が多いと思いますが、本当にその時に本当に大変な時に私は残されていったということについては、先ほど病院内とか施設内で軋轢が生じているということは申し上げた通りでございます。私の地元弁護士のもとには、避難していなくて一生懸命復興に携わっている人たちの多くの悲惨な声が聞こえてきます。海が失われて産業の方は壊滅的でございます。ウニとかホッキ、そのようなものを売っていた店はもうほとんど潰れかけております。観光は全くこれからどうなるか分かりません。農家も自殺した農家もいらっしゃることは報道でも皆さん知っているでしょう。保育園経営、幼稚園経営が成り立っていません。多くの幼稚園の人たちが、多くの幼稚園、特に30キロ圏内の人たちのお話を聞くときがありますけれども、とんでもない状況です。もちろん、私立幼稚園ですから、保護者からのお金も入ってきません。子ども
保育してないということで県からのお金も入ってきません。そして私の方が怒り狂ったのは、さらに、中小企業者じゃないということを理由に最初の仮払いも下りなかったということでございます。そのような保育園の経営という、先ほど申し上げたとおり保育園幼稚園も経営しているところもどんどん子どもが外に逃げていくということです。当然子どもを相手にする小児科産婦人科、そしてピアノ教室塾教室、そのような経営も成り立っていない、そんな状況でございます。そこには私のところに相談があったものについていくつかお話をさせて書かせていただきました。アユなどから放射性物質があって、そのいわゆる内水面の組合の人たちが大変な思いに立っている。そしてマーケット自体が喪失し、人口が流出することにマーケット自体が喪失してしまって商売が成り立たない、そのような声がたくさん聞こえてきます。どうかお読みいただきたい、そう思っております。福島県の父母の人たちから今回出席にあたりどんな声があるかということを集めました。レジュメの6ページの方を見ていただきたいと思います。先ほども市長さんが、福島市の市長さんが申し上げましたが、経済的な理由から逃げたくても逃げられないお母さんたちがいます。ローンも抱えている。それも支払い継続しないわけにはいかない。それで子どもの健康が心配だから部屋を閉め切るぐらいしか対策がない。そうすると部屋中にカビが生えてしまった。それが子どもの健康にとってどちらがいいのかわからないというふうに嘆いていました。子どもの健康という意味では、子どもにマスクをかけながら今も登校させている人、いわき市にもたくさんいらっしゃいます。思いっきり外で遊ぶということについて、そして野山に入っていくことについてやめなさいと言われているのです。この子どものストレス、そして子どもが思いっきりその外で遊べないこのストレスというのを、どうやってこれを我々が解消するのかということでございます。情報に、さまざまな情報に翻弄されているというのが実感でしょう。それは安全だという人もいれば、危険だという人もいれば、情報が、正しい情報が伝わらないということでございます。4番目は県職員とか市職員からの嘆きでございます。どうしてもやはり危険だとかそういうことは言えない、いわゆる責任のある立場であって、自分たちの、が自主的な避難ということをなかなかできないような人たちの悩みです。中には自主的な避難をさせて長距離の通勤をしながら頑張っているお父さんたちもいらっしゃいます。高校生を持つお父さん、お母さんからの声です。自主避難を考えたけども子供が嫌がってしまっている、友達と別れたくないんだ、だからどうしても心配なんだけど残さざるを得ない、そういう中で体育等をやっていて本当に内部被曝は大丈夫なのか、そのような話を聞こえてきます。最後に、このような法学者の高名な先生方の前で私の方がお話しするのは本当に情けないところがございますけれども、私、損害というものはどうしても過去に向けた損害というのが目に向くと思います。項目ごとの損害、そして積み上げ方式の損害というのが目が向くと思います。今回の不法行為によってあるべき利益状態を回復するのが損害だと言われれば、そのような差額的な考え方というのができるのではないかなと思いますが、あるべき利益状態はもうないんです。あそこにも入っていけないし、元の生活ってもう戻らない、そのあるべき利益状態がないのにもかかわらず、積み上げ方式の差額方式的な考え方っていうのは妥当するんでしょうか。やはりもうあそこには戻らないで、子どもも心配なので外に行ってまだ一歩から始めたいっていうようなお父さんお母さんたちたくさんいらっしゃいます。そのような時には生活保障的な考えを考えて、そこの新しいところで生活を、元の生活と同じような、それに近いような生活をやり直すというための保障というものを考えていいのではないかと思います。今回東京電力は物の損害について先送りしました。しかし物の損害が賠償されなければ、そこに損害が最初なければ新しいところでの賠償スタートというのは切れないわけです。自分の家、自分の財物というのがちゃんと保障されて金銭に変わらなければ他にスタートできない、そのような声がたくさん聞こえてきます。地元で頑張っている人たち、企業の人たちというのは、わずかな一時金というもらって、それで満足するかといったら、そんなことは絶対にありません。そのような場合、金銭的賠償のみにとらわれないことが私は大事だと思います。恒久的な被害者、被災地の救済措置というものを、ここで考えていただけないでしょうか。これからの地域を復興させるための何か案というものを、ぜひとも考えていただきたい、そう思っています。とりあえず、分断された浜通りは相馬、南相馬といわき市の間は全く空白して分断されてしまっています。行く方法がありません。私は相馬で3年間先ほど申し上げたというの働いたと申し上げましたが、相馬に行くのに今までまっすぐ行けばよかったんです。上に、ところが今は郡山に行って福島に行って、線量の高い稜線峠というのを越えて約2倍ぐらいの時間をかけて私は相馬まで行っています。分断されてしまっています。
高速道路はもう少しでつながるところだったんです。常磐道はそれが分断されています。とりあえず高速道路を作ってくださいというのがそんな支援措置にもなるんじゃないでしょうか。この常磐線に新幹線通してください、私は思っています。そのようなものの支援措置になるんじゃないでしょうか。防護施設とか放射性物質の研究所、そういうものは作ってください。それも支援措置になると思います。子どもが外で遊べない、運動ができない、そのようなために屋内で思いっきり体を動かしてやるような運動場を作ってください。そのようなそれに東京電力お金を出します。そのようなものについてもそれは賠償の一つとしてあっていいのではないでしょうか。わずかな金額でもって各人が満足するとはとても僕は思えないのです。電気量を東京電力の方で、東北にある東京電力なんですね、本当不思議でした。電気量東電の方でこの地域の一部肩代わりするよ。そして将来そのような将来に不安を持っている企業の人、マーケットを失いつつある企業の人の少しでも手助けになるようにするような賠償というのもあっていいんじゃないかと私は思っています。そのように金銭賠償の原則とか多額的な考え方にとらわれず、この地域をどうやって将来的に保護していくか、そのようなことをぜひともこのような賠償の中で考えていただきたい、私はそう思っております。以上でございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、今の説明について何か質問あるいはご意見でも結構ですけどございますでしょうか。渡辺弁護士ももちろん法律家ですから、当然この審査会で損害の賠償の基準を作るということが使命であって、それによってどうしてもそのある程度制約があるということは当然ご存知の上でのいろんな今日のお話だったと思います。で、今日のお話はもちろんいろいろ参考にさせていただきたいと思いますけれども、一つご意見がもしあれば伺いたいと思いますが、自主的な避難された方について、私も個人的にはこれも一定の何か基準があるかもしれませんけれども、避難することが当然合理的だという場合は当然あるという前提で考えておりますけれども、同時に残られた方についてのいろんな賠償という問題も当然あって、で2つは論理的には別の問題でそれぞれ考えなくちゃいけないとは思いますけれども、しかし頭の隅には両者をちょっと関連させては考えているんですね。でそういうことでその残られた方についての、今日はいくつかがそういう項目ありましたけれども、これについては何かご意見等ございますか。一方的にその逃げられた方のみに賠償措置を講ずれば、先ほど言った職場内のでの圧力というのはさらに大きくなるんじゃないかなと懸念しております。経営者にも聞きました。私たち一生懸命やったやつに特別手当を出そうか出さないか迷っているというふうに言いました。残った人ですね、逃げずに残った人に職員にそれは出そうか出さないか悩んでるけど、もしここで出してしまったらさらに職場の雰囲気が悪くなるんじゃないか、そのようなことを思って出さないことに決めたという話をしておりました。ですからそのような国の避難の出し方というのがやはり公平なものでなければならないと思っています。それがどういうふうな形で公平になるかということについて私は具体的な今意見がなかなか言えません。ですが一方的にその避難をした人だけに保証しますよということだけではダメだと思います。今一生懸命地元で頑張っている人、その人たちにこのような形の、それが金銭であるからないかは別でございますが、このような形の賠償というのをさせていただきたいと思いますというような国の判断ということを私は期待しています。他に何かご意見ございますか。それもう一点だけちょっと確認したいと思いますけれども、避難された方々の、仮に賠償をするという場合にも、当然いろんな複雑な要因もあり、いろんなタイプの損害もあり、簡単には何を賠償の対象にしたらいいかということについて、簡単にはもちろん言えないことだと思うんですけども、一番その、中心になるべきものですかね、賠償の対象として。でそれは生活費の、増加分であったり、あるいは、自主避難する以上はやはり営業と言いますか、生活費を売るための営業仕事とかそういうものも中断するということになると思いますので、そういう損害もあるでしょうし、そういう意味ではいろんなタイプがあるのは当然
前提なんですけども、もしその中で、まあ、あえて優先順位ではつけにくいんだと思いますけども、一番困っているものは何だろうというときに、これも何かお考えがあればお聞かせていただきたいというふうに思います。自主避難を現在継続している人たちというのはやはり経済的にはある程度許された人なんではないかなと思っています。どうしようもなければ変えざるを得ません、うん、で私の方はその金銭的な賠償ということに考えると、その先生がおっしゃるようなあの項目を立てるというのは非常にこれは難しいんじゃないかなと思っています。で変えざるを得ない人たちというのはたくさんいらっしゃる、だけどもやっぱり心配で避難している人はたくさんいらっしゃる、そのような中でその金銭的な賠償をその差額的な考え方だけによって、その賠償、今回福島県民全体が受けた賠償ということをカバーできるのかと言われば、私はちょっと違うんじゃないかなと思います。将来への不安が多いんです、大きいんです。その将来への不安というのを払拭するような賠償体系というものを淡路先生の本とかも読んできましたけども、そういうような本とかなんかもあのそのような考え方もあるのではないかと、いわゆる生活保障的な、そして他の金銭ではなくてその公害裁判とかなんかで行われるような、その公害の人たちをずっと生活をサポートしていくような、そのような保障体系というのも考えていいのではないかと私はそう思っています。すみません、お答えにならない、はいはい、どうもありがとうございました。他に何かもしご意見等があれば。まあ、これもあの審査会ではいずれ議論するまたではありますけれども、まあ、今の差額設置的な損害賠償の仕方がまあ向いてないんじゃないかということで、でこれはあの、まあこれは広げるとある意味ではあの自主避難だけではなくて全てについて当たるんだと思いますけれども、まあ、自主避難され自主的な避難をされた方について、まあちょっと今考えるときに、確かにまああまりこういう項目だからというのではなくて、まあ、一律っていうんですかね、あのいろんな要素を考慮してこういう形でっていう、こう、まあ、全ての要素を考慮した一つの賠償、まあ、金銭で賠償しかちょっとやっぱりなかなか、まあ、あの渡辺弁護士はあのそれ以外の賠償の方式っていうものもあの考えられるんじゃないかということではありましたけれども、まあ、それもちょっと検討はしてみたいと思いますけれども、まあ、少なくともまず自主的避難をされた方の賠償ということであれば、まあ、やっぱり金銭賠償が中心になると思いますけれども、そういう時に今言ったように差額的にいろんな項目を積み上げるんじゃなくてね、もし大雑把に、まあ、このぐらいというのもあり得るかと思ってるんですけども、そういう考え方についてはどうですか。すいません、あのどうしてもやはり金銭的なということを言われてしまうと、うん、私は地元にいます、はい、私も妻子は逃がしています、うん、でガソリン代も大変かかります、二重生活でお金もかかっています、うん、だけど私一生懸命仕事してますので、うん、なんとかなるんです、なんとか生活できるんです、うん、そこで少しお金もらったら嬉しいなと思います、うん、しかしそこでもらった時にあんた逃げたよね、お金もらったね、うん、いいねっていうことでまた地域のコミュニティっていうのは破壊されてしまうんじゃないかと思うんです。わ、はい、かります、それはもう重々あのよくわかってるつもりです、うん、それゆえにそのどうしてもその金銭的なものを援助するということに、うん、なかなかすぐには私はうんとは言えないんです。ただ、うん、じゃあ一切保証しないよって言ったらこれは大反対です、うん、福島県全体の市民が本当にあの悲しみと辛さとで怒り狂っています。そのようなものに対して私は先ほどの東京電力の方々のこう緊張感のなさというのを僕びっくりいたしました。私は毎日毎日1時2時までいろんな人 その被災者の相談を聞きながらどうやってこの人たちをあの救済できるかということを考えていますけども、そのような地元の緊張感と残念ながらここの緊張感違うと思います。私はそういうことを考えると、まあ、私の方から言えるのはどうか広く考えていただきたい。そして今回の賠償のスキーム自体も個別的なそのような積み上げ方式ということが本当に妥当なのかということを一歩止まって考えていただきたい。
そして被災者の方から損害賠償だからという被災者の方からファーストドラフトを書いて、そして賠償請求するというこの形自体ももう一歩考えて、一歩止まって考えてやり直していただきたい、私はそう思っています。このようなことは本当になんか出過ぎたお話だと思って不快感を覚えるかもしれませんけども、やはり現地でいて本当に皆さん困っています。なんでこんなものを私たちが書かなきゃならないか、忙しい思いをして読めないよ先生というような声をたくさん聞いている、そういう中で私はこの積み上げ方式、そして、一括包括一律請求のようなものではなくて積み上げ方式のこの形というものが本当に妥当なのかというのは非常に疑問に思っている、そういうことでございます。すいません。はい、どうもありがとうございました。よろしいですか。まあ、今日のお話の、お話になりたかった要点については私としては理解したつもりでございます。で、そういうことを十分考慮しながら次のステップに進みたいと思いますので、またご意見がありましたらどうぞこの審査会にお寄せくださればと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて、子どもたちを放射能から守る福島ネットワークから、中手代表、中手さんでよろしいのかな、それから宍戸さんからお話を伺いたいと思います。じゃあよろしくお願いします。中手誠一と申します。子どもたちを放射能から守る福島ネットワークというのはですね、5月1日にできました。福島県内で主に子育てをしている親たちが中心になりまして、集まりつながり合ったものであります。私自身もそういうものの一人です。先ほど瀬戸市長がご紹介いただきました福島市の渡里地区というところに私は住んでおります。また渡辺弁護士とも同じようにうち私の子ども2人また妻もですね、いわゆる母子疎開という形で今は岡山県の方に疎開をしております。実はこれ子どもたちへのですね、明日のお土産に今持っております。これ乳菓子に持ってきたんではなくてですね、今日こちらに伺うということで職場にお休みをいただけました。明日もう一日お休みをいただいてということで明日、子どもたちに会ってくる予定なんですね。私の場合ちょっと遠いので月に1回が限界です。それでもまだ子どもたちがですね安心して向こうで暮らしているのかと思えば、まだしも、そういう困難はですね、乗り越えられるかなと思っております。そのような困難を私たちの仲間もたくさん乗り越えて、いわゆる自主的な避難、私もあまりこの言葉は好きではありませんが、今日はその言葉で説明をさせていただきます。自主的避難をしているのか、しかも何万人もの人たちがしているのかと、そういった判断決断をするに至ったようなですね、理由あるいは背景というようなことについて私自身の経験そして仲間たちの経験を踏まえて今日はお話をさせていただきたいと思っております。3月4月というあたりはですね、本当に一部の方々だけが、こういった事故が起きて、放射線が怖いものだということを知りませんでした。自主避難というふうにした人たちもですね、本当にごく一部でありました。そして地域の中では、いわば変人扱いをされるのが当たり前だったんです。何を一人だけ騒いでいるのだと、そういう扱いを受けながらですね、周りからも理解されずに、それでもやはり子どもを守りたいという一心で避難をしていったわけであります。それが今、変わってまいりました。確かに、自主避難に対してですね、まだ、十分な理解が地域にあると言えないところもあるでしょうが、しかし
3月4月に比べれば随分と理解が変わってまいりました。先ほど来話がありますように、大概はですね、こういうパターンが多いんです。家族の中で、家庭人である、大概は妻でありますかね、子供からいえばお母さんが先に心配になるということが多かったんです。そして、大概仕事をしてらっしゃるといいますか、社会人である社会人失礼、仕事をしているですね、お父さんなんかとの間でですね、意見が食い違うというようなことがよく言われておりました。それがだんだんと家庭内でも父親の方も理解が進んでいく。今度はおじいちゃんおばあちゃんです。おじいちゃんおばあちゃんもですね、だんだん理解が進んで、今度は地域全体、こんなふうにこの7ヶ月間変わってきました。今ではですね、子供がいるんだから自主避難するのもそれもしょうがないねと、あんだんとこは奥さん妊娠したんだない、避難しなくていいのかい、こういう会話がですねされるようになってきたんです。そうやってようやく周りの理解も進んだ中で、改めて自主避難を決断するというような方々も今もいらっしゃいます。私非常にこれまでのですね、口はばったいこと申しますけれども、この審査会の議論の中で親と一つだけ疑問に思いましたのは、自主避難に2つのカテゴリーを設ける、これはなるほどなと私も思いました。しかしそれが日付というようなことと合わせて議論されるやに聞いたときに親と思ったんです。私出させていただきました資料の中に、住んでおりましてですね、3月11日から実習的な避難の決断に影響を与えた出来事と思いつくままに帰ってまいりました。ずっとつながっているんです。震災で電源が失われた、翌日には弁当爆発、県内各地のですね放射線量が数百倍に跳ね上がる、水道水や雑草や野菜や原乳からとんでもない聞いたこともないような数字の放射能が観測というニュースを耳にする、こんなことでですね、どこで本当に境目をつけたらいいかと思うほど日付でという時に違和感を持ちました。またその時系列の中にありますことでもう一つ大事なことを申し上げさせていただきますが、なぜ地域の理解が変わってきたかということであります。政府の方もいらっしゃる中で、これまた申し上げにくいことを今日はでもはっきり申し上げます。政府や東京電力のですね発表などに対して信頼がどんどん落ちていったんです。3月の時点で内閣がですね記者会見で直ちに健康に影響はない、また福島県にいらっしゃった専門家アドバイザーの方々がですね、通常通りの生活をしてよろしい、子どもたちを外で遊ばして問題ないと、3月の段階では非常にこれが権威を持ち、また信じられておりました。3月15日から福島県の中通りという一帯にですね、放射性のガスが充満し、20マイクロシーベルトの空間線量をですね超えるような状態が続きました。この中に子どもたちが外で水汲みに並んだんです。何も知らずに大丈夫だという話を信じて、私の住んでおりましたところは1人4リッターという制限がついておりましたから、おじいちゃんもおばあちゃんも子どもたちも一緒に並んでしまったんです。またガソリンが手に入りませんでした。入れていただくのに車を並べて何時間も待たなければならない、寒い中でありましたけれども、待ってるだけでもエンジンをかけるのはもったいない、外に出てですね背伸びをしながら、そして、家に子供を預けられない人は子供も一緒に連れて行ってしまったんです。それくらいに信じられていました。ところが見ていただいて分かりますように、当初、空間線量で100マイクロシーベルトでも大丈夫だと
県境に影響を及ぼさないという講演会をしておりましたアドバイザーがですね、後に県のホームページにあれは10マイクロシーベルの誤りでしたというような訂正文を載せるようなことになる。また別のアドバイザーではですね、3月の31日に福島来福いたしまして、開口一番記者会見で避難区域になっているところ以外は、避難指示区域以外は学校は平常通り行ってもいいですよと、もちろん安心を与えようとしてくれたのかもしれませんが、しかしその後計画避難区域、つまり例えば飯舘村とか、これは私の妹がおった村であります、こういうことになっていてですね、次々と信頼を失っていく。また東京電力におきましてはですね、事故後ずいぶん経ってからメルトダウンをしていたのは、実は震災後16時間後だったんだ、あるいは保安員からはですね、数ヶ月も経って放出されていた放射能は実は2倍だったらしいと、こういう訂正入ります。こういうもろもろ含めましてですね、政府や県あるいは東京電力の発表というのは非常に信頼が低下をしていった。またそれに代わってですね、いわゆる市民団体や NGO 研究者、チェルノブイリの経験などをですね、知らせてくれるインターネットなどが非常に信頼を増しました。ここにも年表をあるいは資料つけましたけれども、政府の発表あるいはそれを伝えるマスメディアというのがですね、本当に大丈夫かというふうに疑われる中で、自分で勉強してみようといったときに、こういった情報が非常に市民の中に受け入れられ、また信頼を増していたということがあります。そしてそんな中で非常にですね、辛いのは辛いと言いますか、大変なこう思いだなと思ったのは、専門家でさえ正しい答えを出せないものを親である我々が答えを出さなきゃいけないということなんです。立派な学説を勉強すればするほど、どちらが正しいとも言えないというのは分かってまいります。しかし親として避難を例えばするのか、あるいはそれを思いとどまるのかを判断しなければならない。こんな人生の中でですね、今まで一番大きいような決断をしなければならない。当然親でありますから、子供を守りたいという気持ちで、安全側に立とうという気持ちはですね、これはどなたでもお分かりいただけると思います。多くの避難した親たちはですね、自分の中で判断つかないものは安全側に立とうというふうに思った人が多いわけです。そんな中で、先ほども夫婦の中でという話ありましたけれども、後から、母親の立場でもあります、ネット私たちの仲間の志士堂さんが、お話していただきますが、私の方からは実はちょっとお父さんによく聞かれた意見というのをご紹介したいと思います。男はですね、どうしても頭でっかちなのか、じゃあどうなんだろうという数字を知りたがるんです。お母さんのようにですね、肌で感じる、子供をしっかり見てそこから感じるもので動くというのではなく、どうしても、よくよく調べてみよう、考えてみよう、一体、何ミリだったらば大丈夫だろうというふうにいろんなことに頼ろうとします。そんな中で安全側に立って考えようというときには、一体事故の前はどう考えていたんだろうか、そういうことに、思いが至るという仲間たちが多くいました。つまり事故の前は公衆の被曝限度、つまり我々はどれくらいまで被曝が許されていますというかですね、逆に言えばどれくらい以上の被曝はしなくていいというふうに言われていたんだろうか、あるいは法令の基準の中でここにあります管理区域というようなですね、18歳未満は入れない、入ってはいけませんと言われるようなところというのはどういう空間線量あるいは状態のところなんだろうか、こんな一つの判断基準というのが、よくですね、
お父さんたちといいますか、私の職場などでもされたところであります、またしてきたところであります。こういった、法令事故前からありました社会的な一定の合意があったと思われるような、また、遵守されてきたようなですね、すでにある法令基準というのも一つ、自主避難の合理性というのを考えるときにご参考にしていただきたいとぜひ思います。最後に私の方からは最後にもう一つだけ、先ほど来言われていますように、事故が起きてからなんでと思うほど私たちは地域の中で絆をですね、引き裂かれるような思いをしてまいりました。避難を決める者、とどまることを選ぶ者、最近ですとまた戻るというような判断をする者もおります。その都度私たちはですね、まるで何者かによって、あるいは放射能によって引き裂かれようとしているのではあるまいかという思いにならざるを得ません。せめてこういった賠償のことだけでもですね、人々の絆を裂くのではなく、人々の絆をですね、もう一度結び合えるような、自主避難に関しましては幅広く、可能な限り幅広くというような、そういうお気持ちでこれからご議論をして、私たちにとって一番いいですね、結論を導いていただければと思います。ではここから先、宍戸さんの方に変わります。北海道に自主避難をしています、宍戸孝子と申します。今ここにいるのは私一人ですが、私の後ろには北海道に避難している自主避難者、ひいては全国にいる自主避難者がいると思って聞いてください。私はそれだけの気持ちを持って今ここに臨んでいます。ただ私は北海道に避難しているので、北海道の実情からしか話をすることができません。で、私が自主避難させていただいているところは、実は自主避難者だけで160世帯おります。500人を超えます。その中のほとんどは母子避難です。お父さんは福島に残って生活を支えています。住宅ローンを必死に返しています。すごく小さいお子さんのいる家庭が多いんですね。で、福島って子供が生まれたらみんななんか家建てなきゃなっていう雰囲気があるんですよ。で、この事故によって小さな子を持つ親御さんたちはすごくみんな悩まれました。もう住宅ローン始まったばっかり、事故の2ヶ月後に家が建ったなんてお宅もあるんです。それでも子供たちの命を守りたいと、お父さんと別れてお母さんと子供たちだけでも安全なところへと逃がした家庭ばかりです。うちのように家族避難できたところもあります。ただ、家族の理解を得られず、お母さんが頑張ってに子供を連れ去るような形で逃げてきた家庭もあります。それは実は福島だけではありません。東京の方も関東の方、関東6県かな、全員いらっしゃいます。宮城の方、他の東北の方もいらっしゃいます。その人たちも皆お子さんの命を第一に考えて北海道に避難した方たちです。で、今日の資料5の2の後ろに、これは実は泊原発が再開されるときに、私がいるその自主避難者の宿舎になっているところで意見を募集したものです。で、お母さんたちはすごく一生懸命たくさんのことを書いてくれました。今日新たに2枚2つ資料をお渡ししています。これは実は昨日自治会をやっているもんですから、その自治会のメーリングリストで意見持っていくけど書いてって言って書いてもらったものです。4月の段階で自主避難者の補償を振り分けるという話を私も聞きました。で、4月の初めまで補償を認めようというのは、その時点まではちゃんとした情報が出てなくて、お母さんたちやお父さんたちが不安になるのも仕方がなかったから避難を認めよう、そういうふうに言われてたと思います。
だけど避難したお父さんお母さんたちはただ闇雲に不安になったわけではありません。みんな一生懸命情報を得ようと頑張ってました。政府の発表、テレビ新聞の発表だけは足りなくて、ネットからもいっぱい情報を拾ってました。その情報を拾った上での避難です。それに対して4月の半ばの前と後ろに何の差があるのか私にはさっぱり分かりません。みんな本当に考えた末で自主避難を決定しています。こちらの自主避難者の身体状況という資料をご覧いただきたいんです。ここに避難された方々が、子どもたちが爆発の後どういう状況になったのか私聞きました。それがまとめてあります。目の前で自分の子どもに明らかな異変があって、それを見過ごして避難を、これは国が言ってるから安全だって見過ごすことができるかって考えませんか。今目の前でいきなり娘や息子が鼻血を出した、なんかいきなり具合が悪いって寝込んでしまった、その状況がずっと続く、これは何かおかしいんじゃないか、それは避難の判断基準にならないでしょうか、それはただ闇雲に不安に陥った挙句自主避難したということでは違うと思うんです。4月の半ばで避難の保証するということを分けるのは本当にナンセンスとしか言いようがありません。先ほど弁護士の先生が自主避難できている人たちはある程度お金に余裕があるのではないかって言いましたが、それも私は一概には言えないと思います。私は北海道で自主避難者の自治会を立ち上げました。その中でシングルマザーの人がすごく多いんですよ。多分旦那さんとのしがらみがない分動きやすかったってのもありますが、本当に経済的には苦しい、これは本当です。もう北海道に避難したその日からもう就職探してました。その就職紹介できないかと思って私は本当に道庁の方にもお願いしましたし、自分たちでできることは何かをずっと考えていろんなところに働きかけもしました。命を守るその一点において自主避難を決めてるんです。私が自治会を立ち上げたのは福島で皆さんがとても傷ついて出てきてたってことを知ったからでした。本当にコミュニティがバラバラにされてます。自主避難を決める福島から避難するってだけで何を考えてるんだ、頭おかしいんじゃないのか、初めのうちは本当にそう言われました。自分の知人、友人、親類縁者、実の親、夫、国が言ってることに逆らうのか、そういうふうにも言われたんです。非国民とすら言われることもあったんです。そういう人が何人もいます。それでも命を守りたかった。そこを汲んでください。お父さんが連休に北海道まで会いに来るんです。母子避難してる家庭に。本当に交通費が大変です。数日親子で過ごして、お父さんは帰っていくんですけど、飛行場に見送りに行って、誰が一番泣くって言ったらお父さんだそうです。もう離れて暮らすことが、家族と離れて暮らすことが本当に切ない。これがもうちょっと、例えばその交通費だけの援助でもあったならもっと会いに来れるのに、そういうふうに何人のお母さんにも言われました。二つかまどっていうのは想像以上にお金がかかります。本当にみんな苦しい生活をしています。幸い北海道の受け入れ体制はとても素晴らしくて、本当に道庁の支援もあればボランティア団体さんたちの手厚い支援もあります。それでなんとか生きているような状況です。自主避難者の保障をするっていうのはお金の保障だけではないと思うんです。自主避難の保障それ自体が自主避難の権利を認めてくれることなんです。福島に
残っているお母さんやお父さんと話をすることがあります。国がダメだっていう、国がそれを認めてくれないから、うちのおじいちゃんおばあちゃんはそれ認め避難を認めてくれないんだ、国がうんとさえ言ってくれれば私は避難できるのに、あとちょっと何がしか援助があれば私も飛び立てるのに、本当にそういうふうに言われます。お金の話だけではないんです。自主避難の権利が欲しいんです。福島に残っている人全員が避難を望んでいるとは思いません。どうしても逃げられない人もいます。あの場所を何とか復興させようと思っている人もいます。人の思いは様々です。一概に避難しろっては絶対に言えません。でも避難する権利は、命を守りたいという権利は認めてほしいんです。福島に残っている人たちも子どもの命を犠牲にしたいなんて誰も考えていません。あの場所に残っていれば生活は安泰だっていうわけでもありません。私の住んでいたところは農業地帯でした。みんなおいしいものを作ろうと一生懸命頑張っていました。北海道でいつもの半値だって言われた桃を見たとき悲しくなりました。もう福島の生活は成り立たないんです。それだけ追い詰められています。私は自主避難者の保障を求めると同時に福島県全体の保障を求めます。本当にみんな傷ついています。その傷ついた分の保障だけでもぜひお願いしたいです。よろしくお願いします。まあ、今切実なその、状況についてのお話を伺って、まあ、それをもとにしてまた審査会で、まあ、どういう賠償も含めてですね、議論するわけですけども、まあ、委員の皆さんの中でこういうことを聞いておきたいということがあればお願いしたいと思います。中島委員。今のお二人の共通点として自主避難者の、合理性について、自主避難の合理性について時間的に区切るということは不合理であるということをお二人ともおっしゃってたんですけど、はい、まあ、その根拠としてはあれですかね、水素爆発の後の、情報の入手方法としては、お二人ともインターネットという点を指摘されてましたけど、それ以外に何か、例えば年配の人なんかインターネットしてない人もいると思うんですけど、インターネット以外でその、逃げようと、あるいは逃げるかどうかの資料を集める作業をされてたということですけど、具体的にはどういう方法で情報を得てたんですか。そうですね、本当に情報自体初めはなかったんです。もう新聞も数日は来なかったりもしましたし、テレビも停電で見られませんでした。だからネットもそれこそ停電で見られなかったんですけど、いざ全部集まるようになってきて、その中で大丈夫だっていう情報しか新聞とテレビには流れてませんでした。でも例えばチェルノブイリの知識っていうのは皆さんあると思うんですよね。で、本当に安全なのか、それはみんな疑問に思ったと思うんです。あの状況下で安全だけを言われてもそれはおかしいんじゃないか、そこで不審に思ってしまった。でネットを見ればそういう情報はいくらでも入ってきます。ですから避難を決めた方にはほとんどネットの情報を頼りにした人が多いんじゃないかと思います。で、避難を決めてなかった人、あとそのネットにつながれなかった祖父母世代っていうんですか、年上の世代とはもう情報の乖離っていうものが起きておりまして、それが
世代間の圧力、親子間の圧力、地域間の圧力になっていると思います。広報や何かでも、情報が来たっていうのはだいぶ後になってからだと思います。私もいいでしょうか。用意しました資料にですね、ちょっとこれは後からゆっくり見ていただきたいんですけれども、今志田さんが言われたようにですね、3月4月というようなところは本当にいわば安全ですよというような情報以外は、広報や、いわゆるマスメディアからも聞かれませんでしたが、そういう意味でインターネットなどを通じてしかもう一つ の情報というのは来なかったんですが、一つ変わり目になりましたのが4月29日に内閣参与の小坂さんがですね、辞任の記者会見をされました。あれ以降、いわゆるマスメディアの中でもですね、両論兵器的な、我々からすればですね、やっと両方の意見がテレビや新聞などを通して聞けるという状況になりました。これで随分変化があったかなと思います。あと、いわゆるテレビの情報番組や週刊誌というのもそれに続いてさまざまな情報を提供してくれるようになりました。ここには6月の8日のことを少し書いておりますが、週刊誌がですね、非常に大きく固有名詞は挙げなやめますが、ある週刊誌がですね、福島が危ないというようなちょっとセンセーショナルなタイトルの特集をやられました。福島市内でこの本はですね、わずか数時間で全て売り切れたんです。2、3日後にはコピーがですね、たくさん出回ると、職場などで出回るということになりました。こういったメディアで、もう一つだけお話しますと、7月のですね、4日に地元の最大手の新聞が、避難の必要性を訴える講演会、またそれの支援活動をしている記事をですね、一面トップで大きく流したというのが私は忘れられません。今ご存知かと思いますけど、新聞を読みになっている方って高齢者の方多いんです。うちなんかもそうなんです。おじいちゃんおばあちゃんは地元紙を読むんですよね。こういう名詞やめますけれども、そういう意味でですね、やっとここでこう取り上げられて、おじいちゃんおばあちゃんたちももう一方の意見を聞けるようになったというような、私はそんな印象がありました。はい。自主避難をされた方のその、どういう点に合理性があるってことのご説明はね、私としては十分理解しているつもりなんですけども、4月っていうか、基準日とかいうのを設けるかどうかとか、あるいはどこに設けるかは別として、初期の頃とそれからその後で、違ってもいいんではないかというふうに私は個人的に思ってたので、それについての批判というか不合理だというご説明を伺って、それももう一度検討したいと思いますけども、私が考えてたのは、これちょっと仮定の例なので、あくまで仮定の例としてお聞きいただきたいと思いますが、例えば初期に爆発があって、でその時わっと逃げる人の中には、それは極端に言えば東京でも逃げる人はいたかもしれないんですね。でしかし、東京の線量がどのぐらいかということについての詳細な調査はないかもしれませんけども、少し落ち着くと、東京のその被爆の線量ってのはやっぱりそんな大して大きくはないと、したがって、そこでは戻ってきても生活は十分できるんだという判断がされる可能性があって、そうすると初期の頃は、これ東京も含めて賠償すべきだという前提で考えているわけではありませんけど、初期の頃は東京ぐらいまで逃げる人がいたけども、やはり少し落ち着いてみると、そこまでいつまでも逃げているのが合理的というわけではなくて、戻って生活するということの方がより合理的かもしれない。そういう意味で初期とやっぱりちょっと後になって少し差があるんではないかと。ただその明確な基準が引きにくいっていうご趣旨なんだろうと思いますけどね。我々って私が考えてた初期と後の違いというのはそういうことを考えておりました。はい。どうですか。すいません。初期逃げたくても逃げられなかった人がたくさんいるんです。私の住んでたところはもう実は私富岡町なんです。生まれも育ちも。で浜通りから来る避難者たちの受け入れに中通りの人たちは奔走してました。その中で自分たちの身の危険を感じても逃げられるかって言ったら逃げられなかった人の方数います。4月のその何日だか分かりませんけど、仲間で線を引かれてしまって、もう一生懸命その時
逃げないで頑張ってた人たちが一段落してじゃあ自分たちの身も守ろうって避難したら私たちには保証がないのか、そういう声をたくさん聞きます。線引きされるべきではないと私は思います。またこれは私の住んでるところは本当に関東圏のお母さんも多いんです。で、関東圏にもホットスポットがたくさん見つかってます。自主避難者は福島だけでなく関東圏の命を守るという観点で関東圏の方もそれこそ向こうに残っている方も全員に保障が出るのが一番いいと私は思います。私からもですね、先生おっしゃる通りで2つのカテゴリーがあること自体は非常に理解がいくんです。実は私仕事はですね、障害者団体で相談員の仕事をしておりまして、例えばその知的なですね能力に困難を抱えている方の中にも避難者というのはございます。十分に理解をしたからしたことによって避難しただけじゃない、まあ、いわばまだよくわからないからと、わからなければ大事を取るからというようなことで避難される方がいらっしゃると、また過去にもいらっしゃってその中に戻ってこられた方もあったというのもそうなんですけれども、ただ本当にそれを分けられるということに非常に何か辛い思いを抱くと、こういう話をさせていただいた次第です。先ほども言いましたけれども、できるだけその分けられないでほしいということで、もう一つは先ほど指導さんが言った繰り返しになりますけれども、おそらくこういうものというのは非常に難しいんだと思うんです。どっかで線を引いたりだとか、あるいはここまでを指針の中に入れようというようなことは私などは専門でありませんのでよくは分かりませんが、非常に多分難しい問題があるのかもしれませんが、ぜひ委員の方々にお願いしたいのは、それでも最大限踏み込んでここまではやろうじゃないかという努力をですね、ギリギリまで続けていただけないかなと。ぜひこれは確かにいずれその東京電力と我々直接当事者同士の話というのもあるんでしょうが、しかし国の観点からもここまではしっかりと必要性ありという、踏み込めるだけ踏み込んでいただいて、いわば国からもですね、そう認めていただいた、あるいは見なしていただけたというのがどれだけ救われることかと、これをぜひ忘れずにですね、可能な限りを踏み込んで議論していただければなと、切にそれだけ願います。はい、他にどうぞ。私自身はその事故の直後の、まあ、いわば第一次的な自主避難者と、しばらく経ってからの第二次的自主避難者というのはカテゴリー分かれると思ってましたが、ただ第二次的自主避難者についても賠償すべきだというふうに私自身は思ってますけれども、まあ、それはそれとしてですね、今日お伺いしてお話をまとめてみると、結局その人間関係とか、それからさまざま情報の伝達がそれほどすんなりは言っていなかったということがあって、しばらくは動けない方がたくさんいらっしゃったということかと思いました。で、この小迫さんが抗議で辞任されたときとか、それからさっき そのグリーンピースインターナショナル そのなんか週刊誌が出たとかっていう、あるいはその地元の法廷新聞が報道したっていう、こういうことによってだんだん避難してもいい、あれ避難した方がいいとかいうふうに考える方が、まあ、出てきたというご説明だったかと思います。で、一つちょっと私が質問として伺いたいのは、この3月21日 のこのアドバイザーの方が100っていうのを出されて、で後で10っていうふうに訂正されたのは、これはいつ頃だっていうことと、それからこの、発言は、なんかかなり重みを持ったようなふうに伺いましたけど、その辺の状況をちょっとお伺いできればと思います。はい、訂正した日付についてはですね、大変恐縮ですが福島県にお尋ねいただければと思います。というのは、これは今福島県のですね、ホームページ上で訂正されたものなんです。公園の中では100マイクロというまま言いっぱなしでありました。ある日気がついたらその訂正文が入っていたんですね。
公演中100とあるのは10の誤りですという訂正文が入っていましたので、私正確にいついつというのを申し訳ありません、存じ上げません。それから当初こういったものが影響力を持ったというのは本当にそうであります。簡単に言えばですね、このアドバイザーの方々が講演会を開かれました。市町村主催で開きました。そうしますとご近所なんかもそうなんですけど、お父ちゃん聞いてきてというようなことがよくあったんです。つまり自分たちもよくわからない中で専門家の方が来たと、その話をぜひ聞きに行って、家族を代表して聞きに行って、くれと、こんなようなことで、初期段階で非常にその知識を求めた、またこう不安の中にいた中で大丈夫という言葉がですね、非常に影響力を持ったというのは住んでいてもう紛れもない事実だったというふうに自信を持って言えると思います。他にいかがですか。いいですか。あ、どうぞ。すみません、本当に、こんなこと言うのなんですけど、誰も自分の住んでるところが危ないなんて思いたくないですよね。そしたら安全だっていう言葉にみんな信じたくなると思います。情報の薄い段階では本当にその言葉にすがってしまったんです、みんな。それでも不安は消えなかったと思います。でもそれでもすがりたかった、それが人情だと思います。情報が発信されて安全だというのが出れば、それに頼りにしたいというのは当然の、ね、気持ちですよね。それから、今日お話を伺っていて、もう一つ重要なポイントだと思いましたのは、やはり私もその放射線の、危険性というのはどういうものかということについて、やっぱり専門家の間でもって必ずしも意見が一致してなくて、そういう中で判断しなくちゃいけないというところに一つ、ね、難しさがあると同時に、やっぱりそこにある意味の本質といいますか、今回の問題のなんか中心的なポイントが一つあるような気がしました。そういうことが話からよく分かったような気がいたしますので、そういう点も考慮しながら検討していきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。他にいかがでしょうか。よろしいですか。それでは本当にありがとうございました。いろんな話を伺うことができました。そういうものをよく噛み締めながら検討したいと思います。ありがとうございました。それでは今日はですね、自主避難についてそれ自体は委員の皆様にご議論いただくのは一応今日の咀嚼して皆様が十分お考えの上、またさらに追加の資料などを用意してご議論いただきたいと思いますので、これで本日の議事は終了したいと思います。でこの自主的な避難の問題についてちょっと一言だけ申し上げますと、今日も皆さんも大体同じようなご感想をお持ちになったと思いますが、自主的な避難をされていろいろ生活苦労されている方の賠償というものが、もちろん避難されているということについての合理性があるということはもちろん前提ではありますけれども、賠償に値する一つの大きなグループであるということが了解されたのではないかと思います。ただこの問題は同時に、残っている、でそこでいろいろ不安な生活をされている人たちの、賠償の問題とある意味でその、同時に解決していきたいと。で何度も繰り返しましたが、両者は必ずしも論理的な必然性がある問題ではありませんけれども、やはり同時に検討しながら解決していきたいというふうに思っております。できれば次回にそういう意味で皆さんも十分お考えの上、集中的に議論できればと思っております。それでは、今日はこのぐらいにしたいと思いますが、今後の日程についてじゃあ事務局からお願いします。はい、次回の日程についてはですね、決まり次第、また広報させていただきたいと思ってございます。それから資料がもう一つですね、資料の5の3というのがですね、福島県の方から自主的避難の実態についてということで、福島県の電話相談窓口に寄せられました自主的避難に関する相談、件数とそれからその概要についてですね、資料をお配りしていますので、後でご覧になっていただければというふうに思います。以上でございます。それではこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。